FM93.0AM1242 日本放送です。ナイツザ・ラディオショー。高田先生、松本明子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。平野ノラです。ザ・ナイツザ・ラジオショー、うん、今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、浜子寺子はね、放送禁止用語じゃないですから、別にね、言ってもいいですけどね。掛け合いで言ってましたけど、浜子寺子面白いですよ。夫婦漫才、元夫婦漫才、ちょっと漫才協会の映画でね、はい、浜子寺子の部分が、うん、結構なんか出てくるんですけど、はい、高田先生がちょっと見ていただいたところ長すぎるって言われてそう浜子寺子もうちょっと短めにって言われました、ね、花さん好きだから、うん、浜子寺子好きだから愛がね、ちょっと長めにしちゃってたんでしょうけどね、うん、ちょっと短めにしようかなと思って、うん、まだこれから編集しますからね、うん、今もうでも荒くもう大体分かってきたところを高田先生見てもらった、高田先生見ていただいて、はい、うん、まあ、3月1日公開です。3月、うわ楽しみから ね、はい、いろいろアドバイスいただきました。いろいろアドバイスいただいて、うん、ありがたいですね本当に、ね、うん、まあ、あとはそうですね、雄平師匠の部分もちょっともうちょっと長くして、はい、うん、っていうところですかね。あのいろいろドキュメンタリーの部分がこうあるんですよね、はい、そこをちょっとどうするかっていうところで、うん、まあでも漫才協会の、うん、なんだろう、ザ・ムービーとしては非常にいい出来になってるんではないかと、うんうん、すごい。で本当に小泉京子さんが、はい、ナレーションしてくれた。ぐっと締まりますね。ぐっと締まります。すごい良かったってね、高田先生も言ってました、はい、うん、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいですね。すごい楽しみですね。全然予想つかない。はい。ねえ。さあ、ね、独演会が終わりましてね。そうでした。お疲れ様です。うん、独演会はもうね、はい、あともう1日のみとなりました。すごい。もうあの、今週の、平日水曜日に浅草にね、はあ、戻って凱旋公演。これがもう最後です。最後ですね。私も参加させていただきます。あ、本当に？はい。ありがとうございます。見に来る。はい。参加じゃないですね。危ない。出ていただけるみたいな。すいません、すいません。ゲストに出てくれるのかと思う。はい、いえ、もう楽しみにしてます。ありがとうございます。はい。水戸だったんですもんね。昨日、そうですね。土曜日が水戸ですよね、うん。メール来てます。はい、ビヒタさんです。先週末は水戸の独演会に東京から参加させていただきました。ありがとうございます。会場で、ある寸遊会館は、うん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 、私が浪人時代を過ごした予備校だったので、個人的な懐かしさも感じながら楽しませていただきました。予備校のなんかビルだったね。うん、事前予約されていたネタから、うん、水戸で初おろしとなったあのネタも聞けて、腹の底から笑わせていただきました。うん、帰りの特急列車では土屋さんと一緒だったようで、うん、電車の降り口でお見かけしたのですが、うん、大変お疲れの顔をされていたので声掛けは控えました。うんうんうん、ノーマスク、ノー変装で、誰にも気づかれず、東京駅の中の雑踏に消えていく土屋さんの背中を見ながら、はい、いろんな意味で本物だと再確認しました。東京駅までどういうことですか？東京駅までか。はい。どういうことですか？見守っていただいたんです ね。ありがとうございます。めちゃくちゃ気づいてんじゃん。ね、本当に、ね、気づいたんでしょうかね。お疲れのような顔されてた。違う人だったかもしれない。まあまあまあ。違う人なの？違う人の可能性もありますけど、ね。違う人をずっと東京駅まで見守ってた。ずっと見てた。雑踏に消えるまで見守ってた可能性はありますけどね。もうでも本当に水戸ね、そうそう水戸ね、うん、水戸よかったよ、うん、初めて行ったところで山崎雅義さんをどこで挟むかっていうところが一番のポイントだったんで、やっぱつかみで挟んだ方がいいのか、まあ、やっぱ水戸でね起こった事件ですからね、大事にしたいよね。そうそうそう。でもあのコンサートにね行ったことは、あの行った人っつったらね2人いましたね、すごい、あれにも現場にいたっていう人がね、うん、そうそうそう、どっちも来たね、山崎さんとナイツと両方来たって人いましたね。嬉しいよね。でも俺たち8本もネタやってないから、なんか山崎さんのすごいね、8曲歌ってんの。こっち漫才3本しかやってないから。そうだよね。そうですよね。批判され、俺たちのが全然やってない。漫才少なかった。少なかったとか言われないからね、いつもね。そうですね。申し訳ないよね。なんかね、申し訳ないよ、本当に。ジオネーム、キジトラちゃんさんです。うん、はい、土曜日の独演会、水戸公演に行かせていただきました。開演時間になってもエレベーターの列に並んでいたので、うん、スタートを遅らせていただいて本当に助かりました。花尾さんが水戸でやりたがっていたあのネタも聞けて楽しかったです。うん、帰りに源さんと駅で偶然お会いし、花尾さんは車で帰られ、うん、土屋さんは後から帰られるとお聞きしました。うん、水戸ではどこかに行かれたりする時間はありましたか、うん、という。もうそのまますぐ帰りました。すぐ帰りましたか。ね、サウナは行かず。サウナも行かずに。行かずに。うん、水戸のそのね、うん、会場が、はい、そのエレベーターが
ちょっとやっぱ1台、1台だったのかな、なんか少なくて、1台だったんだ。なるほど。エレベーターが少なくて、で、8階かなんかにあったから、結構それがね、大変だったみたいですね。やっぱ開場時間が30分っていうのが、ちょっと短いんだよね。そうでしたね。そう。ガチャガチャとかもね。あ、そうそう、グッズ、ね、買う時間もあんまないし、うん、この水戸に関しては、もう本当、それでエレベーターでお客さんが上がるのを、もう待つのだ、もう、それで15分ぐらい。そうなんだ。開演が遅れちゃいましたね。それちょっと、はい。申し訳なかったですね。お待たせしちゃって。なんかエレベーター問題で、なんか、ロシアンブルコさんからメール来てますね。水戸の独演会に参戦しました。着々から移動しての水戸公演お疲れ様でした、はい。一番お疲れ様を言いたいのは、1階から8階までお客様を運び続けた2台のエレベーター。2台か。うん、乗員17人。計算だと26往復。休みなく動き続けたエレベーターたちを本当にありがとう。冒頭で触れてくれて笑いになったので彼らも報われたと思います。そうね。そう、裏でね、そういう話になったから、やっぱちょっといつもそんなにね、開演遅れることないから、独演会の時は。昨日も新潟も6階か。やっぱりこう、1階にホールって作れないのかね。ああ。やっぱり1階、じゃないんだね。やっぱり大体ああいうの高いところにあるじゃない、ね、ホール。そうだね。なんかこう地方の駅前のってなると ね、やっぱこうアクセスがいいところっていうのは大体そうだ ね、福岡とかもそうだしね。福岡とかね。うん、なんか俺いつも思うんだけどさ、はい、この今度あそこできるじゃん。あの麻布台ヒルズでしたっけ、はいはいはい、もう今月できるじゃん、はい、330メートルでしょ330メートル、うん、ね、もうほぼ東京タワーと同じ、うん、そうそう、なんかヒデさんがさ、はい、あそこの中をさ見せてもらうんで、テレビでやってた週一かなんかで、はい、あの50、60階以上は住居スペースで、それまでは会社とかがあるんだけど、60階以上が住居、住居スペースなすごいね。すごいよ。でも、あの、結構有名な、もうちょっと聞いた話、名前言えないけど、はいはいはい、買おうかなとか、もう言ってる人とか、俺聞いたんだけど、やっぱすごい人なんだよね、もうそのレベルが。もう大金持ちの人とか買おうとしてんだけど、その55階とかに会社がもうオフィスとかあるんだけどさ、俺社員だったらなんか嫌だなと思って、55階まで行くの毎日。めんどくさくない？なんか55階まで行かなきゃいけないんだよ。1階が一番良くない？会社。まあそうだね。そうですね。ちょっと戻って、忘れ物したりとか。やだよね。なんかあった時に階段で上り下りできるぐらいがいいよね。やだよ。本当だよ。本当本当。4階とかじゃない。4階までだよな、会社は。そうね。4階だったらまあね、普段はエレベーターで。なんかあったら別に。やだよね。まあ早いんでしょうけどね、ああいう高層階のエレベーター。まあもちろんね。エレベーター乗っちゃえば早いんだろうけど。昔住んでた、あの、江古田に住んでたんだけど、その時のマンションに駐車場がなくて、結構離れたとこを車で借りてたのね。で、そこでなんか、ガラ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 ってシャッターをもう共通で閉めて、鍵閉めるとこだったんだけど、たまにそのなんか車に忘れ物した時にもう超めんどくさくて、そうね、なんか最後もう家の前のパーキング止めたことあるもん。めんどくさすぎていちいちね荷物取りに行くのね、車の中の、うん、それは確かにあるな、あるよね、うん、マンションマンションもそうだし、立中とか7階の7階ので、うん、階段しかなかった、うん、マンションに住んでた時あって、7階でチェリータワーっていう、うん、チェリータワー、チェリータワーっていう建物なんですよ。めちゃくちゃ言ってんじゃん名前前住んでた建物、しかも1階が、うん、ペットショップなんですけど、ペッティングっていう名前のペットショップなんですよ。いやいやいや。まだ早くないコーナー。いや、その、どのコーナーありましたコーナー。おったま名言録のコーナーじゃない。おったま名言。いや、それで本当に。出てきたね、おったま名言録。おったま名言録。名言録のコーナーじゃないから、まだ。そうですね。で、これはなんか本当信じてもらえないんですけど、うん、あの、それで一人暮らししてたんですよ。うんうん、したらね、よくね、ポストの中に、おもちゃの、あの、手錠、うん。手錠が入ってたりとかして、うん、本当にいやらしかったマンションだったなと思って、振り返ると。おもちゃの手錠どういうことどういうことなんかあの、そう、おもちゃの手錠みたいなのが入ってんですよ、うん、たまに。やらしい。いたずらで。いやらしいわと思いながら、それで私はあの、何がいい、チェリータワーをいつも7階まで、はぁはぁ言いながら、チェリータワーらしい。はぁはぁ言いながら、7階まで上がってたんですよ。なんてやらしい時期だったんだ、あの一人暮らしの時代は。
思い出したの？思い出しました。高層階と言ったら、高層階って言ったらその7階やらしいタワー、やらしいチェリータワーの。俺やっぱり、うん、なんだろう、本当に、うん、なんかもうきついけど、うん、20階とかで20階に住んで、うん、エレベーターなしのとこに住みたい。そうだ、それは絶対体力つくぜ。いや、それは絶対そうだと思う。いやいや、絶対無理だよ。20階絶対体力つく。毎回よ、ジム行かなくていいぜ20回。いやいや、体力はつくかもしれないけど、うん、それよりもしんどいって。しんどいよね。でも、あの、水牛教育会館さ、終わった後さ、うん、あの、裏口がなかったからさ、うん、階段で降りたんだよね。あ、そうなの？お客さんと一緒に混ざって。で、そのお客さんに気づかれなかった、帽子かぶってメガネかけて、はい、まあ、気づいたとしてもなんかバーって俺も降りてったんだけど、その時に終わった後のお客さんの声とかを聞くのってあんまりないから、ちょっと聞きながら降りてたんだけど、はい、まあ、すごい面白かったよねって人もいれば、はい、なんであそこあんな受けてたのとか確認なんか後ろの人異常なファンの人いなかったとか、なんかそういう声とか聞こえて、ね、あ、恥ずかしいなと思いながら降りてって、8階まで降りたんだけど、うん、1階まで降りて、うん、で B2 が駐車場だったんだけど、うん、もうそのぐらいでも足やばくて、降りるだけでも、降りるのでも結構きつかった。それで B2 まで降りたのね、はい、そしたらなんかそこから駐車場行けないとこだったの。なんかたまにあるじゃん、 B2、 あの1階からまたちょっと横にずれて B2 まで行かなきゃいけなくて、はい、階段を乗り換えなきゃいけない。そうそう、俺が降りた B2 はもうなんか鍵がガーンって閉まってて、何やっても開かなくて、駐車場に入れなかった。そっからまた上がってくるときめっちゃきつかったから、もうやっぱりエレベーターっていいな。そうですよね、エレベーター作ってくれた人です。ありがとう、ありがとうと思った。本当に無理だよ、エレベーターなかったらもうこの高層ビル群は。めっちゃきついよね。陣内貴美子さんっているじゃないですか、元バドミントン選手の、うんうん、あの方はあの日テレの、あの階段でいつも上がってるらしいですよ。マジで、はい、もうこれを日課にしないと。日テレのだってスタジオってもう十何階とかでしょ。多分11階まで。しかもさ、1階1階があれでかいんだよ、スタジオとかもあるから3階分ぐらいあったりするよ、はい、それを登ってきてんの？登ってっていう日課にしてるって言ってました、もう本当にきついけど。すごい。そうしないと運動し、それはだってそらジローってね、結構体力使うじゃん。そらジローっていう時に体力使うじゃん。いやいや、そらジロー呼ぶ時にじゃないでしょ。肺活量かな。そらジローが体力使うかもしれないけど。いや、もしかしたらそらジローとかね、なる時もあるかもしれない、ね、そうかもしれないです。体力元気よく呼ばないと出てくんないの、そらジローって。それはもうなんか契約でそういう書いてある、うん、そうですね、呼ばない。木原さんの方がね、木原さんが嫌なんだ、うん、木原さんの元気ない呼び方、木原さんってちゃんと言わないと、言わなきゃいけない、出てこないっていうらしいから、11回まで上がる体力で呼ばないと、黙らないといけない、厳しいね、木原さん。すごいね、でもすごいですよね、さすがですよね、アスリート思うと ね、 やっぱりね、体を動かすっていうのは、うん、そうだね、やっぱりちょっと1回とかに甘えちゃってるかな。日本放送なんか4階だからね。だから全然ここで、あの、毎日階段上り下りとか全然できるんですよ。たまに階段ですよね。お見かけすると階段で上がってません？いやいやいや、もうほとんど。まあ、違う人なんじゃないの？ノラちゃんも？ノラちゃんも気づいてないの？俺の素の俺に。本物だと思いながら、ある意味。全然違う人。俺もね、この前めっちゃ気まずいやつあったの。何？あの、あなたとハッピーに、森好美さん、はい、ゲストで来られてたの。ああ、高安関の。そう、それでね、うんうん、着物のイメージやっぱあるんですよ。まあそうだね。私服の方だから。私服で、なんかこう、出てきた。うんうんうん、で、俺、なんか分かんなくて、アイドルの人かなんかだと思ったの。はい、なんかみんな囲ってるし、可愛いから。うん、で、あ、こんにちは、どうもみたい言われて、うん、あで、完全にやっぱり、誰だっけみたいな顔しちゃって、はい、で、向こうが、あ、高安のあの、妻のって言わしちゃったから、あーみたいな感じで。ちょっと遅れたんだ。気づくだって結婚式とかに呼ばれてたわけだよね。ちょっと俺風邪ひいちゃっていけなかったから。いけなかった。それもちゃんと謝ってなかったから、いや、ほんとすいません、みたいなことを言って、なんかもう速攻速攻畳みかけるように、昨日豊昇龍戦、勝ちましたね。みたいな。何もなかったように。取り戻すかのように。豊昇龍戦ね、勝ちましたね、みたいな。あ、気づいてなかったくせに。ありがとうございます、みたいな。あ、そう、やっぱり、私服だと、アイドルみたいな感じなんだ。普通になんか可愛い人だなと思って、うん、あれアナウンサーだっけ、気づかないかも、ね、誰だ AKB の人だっけ、なんか一瞬分かんなくなる、うん、AKB っぽい感じ、 AKB っぽいじゃない、見えるか、分かる分かる、うん、だから全然一瞬、
分かんなかったね。そういう時の。だから、ある意味、なんかそういうことできんじゃないの？全然知らないさ。はい。なんか、人に囲ったら、なんかみんな芸能人かなって思う。取り巻きがいたらね。うん。取り巻きがいたら、そうっぽく見えるかもしんないね。うん。いるかもしんないよね。そう。でも街中とかで、割とちょっとそういう時は、私絶対 YouTuber なんだなっていうふうに、自分で落とし込んでおしまいにします。ぽい人を見かけたら。で、ちょっとなんか小が、なんかちょっと素敵な、なんかちょっと、ブランドもんとか来て、うん、ちょっとお金持ってそうな若者とか3人で、周りにちょっと人とかいたら、うん、はい、YouTuber 決定みたいな、YouTuber だなって思い込んで。で、思い込むことによって。で、はい、知らなくていいよね。わかんない人だけど、そうだ、YouTuber だなって。じゃあ、しょうがないやって なるんだ、うん。自分の中でね。はい。うん、自分が、まあ、知らないだけだね。知らない、まあ、そうです。うん。でも、やっぱり、寄席の世界の人とかわからないよね。こう、師匠とかさ、うん。ね。そういう人たちはね、やっぱりこう。そうだね。なんか、まあ、結構実際分かんなかったからね。分かんないよね。浅草で見かけても分かんない師匠とかももちろんいたし。そう。なんかね、そのなんか着物とか着てればね。ああ、そうそう。ちょっとやっぱ師匠っぽい格好とかしてる落語家さんだったら分かるけど、うんうん、なんか釣りのチョッキみたいなの着てる。そう、釣りのチョッキとか。釣りの、なんだろうもう。釣りの、すごい。芸能界でいないでしょ、ポケットいっぱいある。釣りのチョッキみたいなので歩いてる師匠とか、浅草で見かけても気づかないよね。バッグいらないからね、あれ。うん、だから、YouTube のね、うん、やってるんじゃないですか。はい。で、こう、師匠とかを結構最近出すんだけど、はい、そういう、なんだろう、撮影してる場所とかに、師匠とかを迎え行くときに、スタッフさんが、全然やっぱ分かんないことが結構あるから、はい、そういう時まあ後輩、漫才協会の若手とかに行かせないと分かんないって、ずっとなんかうろうろうろしてたりとか、その制作の人そこにいるのに、結構あるよね。そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。こっちが気使うんだから、俺だって。やっぱこう集合場所とかに。分かる。どうする？俺だけ一人で行った時は。なんかないの？一発で分かる。いやもう大体分かる。もう AD だなっていう人の、うん、もうなんか風貌って分かるから、うん、もうこっちから話しかけるようにしてるから。お互い。もうこっちのスキル上がってるから。なんで AD さんの方見つけるの早いんだよ。あ、この人は AD さんだなって待ち合わせしてる AD さんでもうすぐ分かる。特徴あるんですか？ AD さんの。なんかね、分かる。うん。うん、なんか別に何か決定的なもの持ってるってわけじゃないんだけど、分かる。それすごいね。うん、AD さんだな。うん、3年目ぐらいだなとか、すぐわかる。それは。さすがですね。そう。集合場所で。慣れてるか慣れてないかも。それもすぐわかる。それは。それはすごいね。うん、そういう能力もついてる、ね。視界に入ってね、ここだよって言わなくしてもわからされるっていう。まあもう、それももうめんどくさいから、もうすぐに言う。うん、もうあ、もう口で、ああ、でも、逆にもう、土屋さんみたいに言ってくれたらめちゃくちゃ嬉しい。初めからもう、ファーストね。してくれる人はいないけどね。AD さん待ち合わせで、それ痛すぎるでしょ、それ。待ち合わせの場所で、土屋さんとかっていう。いないんだ、スタッフさんいないよ、それは。ああ、まあそうだよ。そうね。でもなんか、いない？たまにそういう。います、私。明るい AP さんとか。明るい AP さん。アナーさんみたいな。いるでしょ。地方局仲良くなってる人とか、ね。中京テレビとかなんかやってる。地方局で。CBC とかに多くない地方局とかちょっといるかもしれない。そうですね、明るい。明るい名物の人いるよね。います、います、います。うん。いるよね。はい。で、ちょっと、うん、はい。何それでちょっとその、なんですか、若いタレントさん、男のね、タレントさんとかと一緒に仕事するときに、あからさまにテンション上がってるなっていう女子います。上がる。はい。ね。ね、そう、うん、ちょっと若作りしてる感じのね。一生懸命そう、なんかテンション上がる。なんとかくーんとかってさ、その、うん、花さんとかってさ、すごい、なんかその番組のときに、わーってなんか話してくれる人とさ、はい、全然違う曲のエレベーターで会ったときに、なんか、ちょっとなんか、一瞬目あったのにあんま話さない決まりさ。違う、自分のホームで会うのとちょっとやっぱ違うんじゃない？全然違うんですよね。じゃあ、アウェーな、東京の局で会うときはちょっとアウェーなんじゃない？ちょっと気まずいみたいなね。うん、それはあるよね。あるよね、そういうのね。うんうんうん、YouTube でね、はい、あれ、漫才協会のね、思ったより伸びたのがね、怖い話がね、へあれ伸びるんだね。福田師匠？福田師匠。俺は正直ね、やっぱ一番あんま伸びないかなと思ってたんだけど、はい、怪談話ブームらしいんですよ今。あ、だからブームなの。怪談話上げたら、うん、あ、もう待ってました、うん、なんかねやっぱまあ引っかかるんだ他の怪談話、おすすめに上がりやすい。なるほど。で今あれが10万回超えてさ、うん、怖い話が結構なんかいいらしいよ。へ、うん、確かに、うん、私足つぼ行っているところのマッサージのお姉さんが、うん、怪談話すごいマニアで、うん、そういう YouTube で発信してる人の、うん、イベントとかに行くと、うん、もうチケットほとんど取れないぐらい、ね、すごい人気なんですって。あ、そうなんだ。で、その
替え玉回しする人のなんか持ってるコレクションみたいなのを、うん、こうライブハウスで見るだけの、うんうん、そういうなんかツアーとかでも、うん、もう全然入れないんですって。へー、そう、稲川淳二さんのような人がもう結構いる、なんかいるらしいんですよ、いっぱいそういう方が。でそういうなんか出してるグッズとかも完売しちゃって全然手に入らないんですよっつって。そのグッズも結構怖いんですよ、なんか目ただの目のなんか、うんうん、あのペンダントとか目のペンダント、それどうすんのって言ったら、うん、いやもう普通に身につけたいんですっつって、 T シャツとか。異様ね、でもなんかすごい人気らしいですよ。そのさ、なんかライブってさ、そのなんか稲川さんのやつもちゃんと見に行ったことないからあれだけど、そのなんだ、お笑いのライブとかだとドッカンドッカン受けてたりとか、その音楽だとすごいノリノリとかさ、で盛り上がってるの分かるじゃん、うん、このなんか階段のライブってその盛り上がってるとかあんの？俺一回見に行ったけどね、やっぱりすごいセットがあって稲川さん座って、はい、まあ、やっぱ演出もすごいね、あ、音とかのタイミングとか悲鳴とか上げんのお客さん。あ、悲鳴とか上げてた気がするね。あ、そう、最後もうオチのところでダダ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 ダンとブッドバーンみたいな俺音だけじゃんみたいな音が怖い。何が起こってきたの今、なんかそのなんか、ね、手が降りてきたの何が起こってそれが記憶あるの田舎に、うん、ハンドカラーとドドドーンみたいな音で大丈夫なの、セットが壊れてた、大丈夫なの、音でびっくりしたみたいな、ドリブみたいなセットが、はあ、もうその時はもうお客さんもうわーみたいな、わーってなってる。あ、それはすごいね、すごいすごい盛り上がるね、ライブって感じだね。高難の一流祭、定水さん先生とかね、はいはいはい、人間国宝で、うん、まあ、一回なんかね一緒に仕事した時に怪談話みたいのやってたよね、うん、だから、まあ、寄せでもね、だから白山とかも多分できるんだよ、ここから。あ、高難で畳みかけるように最後ハンドカレードーンみたいなやるじゃん、ああいうのの感じなんじゃないの。あの時はその落語家さんもね、怪談話の時はちょっとあの横でお林さんとか太鼓をちょっと入れたりとかね、そういう演出して、うん、いやなんか照明落としたりするところもあるね、照明落としたり、ちょっとクーラーもひんやり強めにして、あ、どうだろうな、強いじゃないですか、空調も込みの演出、ドラプロデュース怪談話、そんな人気なんだ、人気なの。だから本当にだから普通漫才協会で怪談ライブをやれるってことじゃん、うん、やれる、ね、第2弾もこの前撮ったもん、もう東洋館でできないのかな、うん、絶対できる、階段ライブ絶対できる。で東洋館の方がなんか雰囲気出るじゃないですかね、漫才協会で階段、いやもう福田師匠しかいないよ、しかいない、うん、福田師匠ポスト春風福田を探せっていうのでやったんだけど、あのもうそんなないのよみんな、だから結局誰かが言ってきた話っていうのを持ち寄ってなんかやるんだけど、うんうんうん、それで福田師匠にそれどうでしたかって言って、うん、それはもう霊ですねとかって言うんだけど、うん、なんかあんまり趣旨分かってないやつがいて、なんかそれ宇宙人とかなんか都市伝説みたいなやつ持ってきた、ね、福田師匠どうですかって、いやもう僕に言われても分かんないですよ僕はそういうの分からないですってなっちゃってちょっとジャンルが違いますよね、ちょっと幅広いんだ、うん、なるほど、そうで、まあそんなことあるんですかみたいな、宇宙人とか いたらいいですねとかわけわかんないことしか言わないからそれ確かにそうだよなみたいな、そうだね、うん、そう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 、なんかね東洋館とかそういうところ霊がいるとかってね、うん、いう話は昔からなんか聞いたりするから、そう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 、なんか、うんうん、そうだね、東洋館で怪談ライブとかやれたらいいね、面白いと思う、本当ですね、うん、めちゃくちゃお客さん来ると思 う、東洋館自体がちょっと夜怖いでしょ、まあね、古い建物だからね、怖い怖い、俺たまに一人で衣装を取り行くとき、はい、怖いもん、え何時ぐらいに、演芸ホールに 夜席の出番の時あるんですよ、下のね、下の演芸ホール出番の時に、そう7時15分とか浅草演芸ホール出番の時があるんで、うん、で4階も豊川もうやってないわけですよね、うん、17時以降はで真っ暗なんですよ、うん、で演芸ホールから豊川まで裏動線でガラガラガラって開けて、はい、階段登って行けるんですよ、うん、だから衣装をたまに取り行くときちょっと怖いね、まあね、誰もいないからね、真っ暗でしょ、うん、あれ怖いわ、俺あそこよくたけしさん泊まってたね、住んでたね、あ、まあ、気味悪いし、だって窓ないんだよ、あとそのなんか、うん、その何あの受付とかに人がいるのかどうかも分かんないじゃん、はい、裏の楽屋を通ってくるときって、でそこにもし誰か、うん、そのなんかこうもう残ってて、うん、人がいたとしたら、うん、怖いだろうなって思って、そのめちゃくちゃ怖いじゃんそんな、俺らがこうシャッター開けてガラガラガラっつってちょっと開けて入っていく楽屋から何か物音が聞こえるっていう時のそこの受付にもし誰か人がいたらその人さぞ怖いだろうなって思いながら行ってる、衣装とああそっかそっかそこにね、俺がお化けだと思われてんじゃないかっていう、なるほどね、そう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 、あその怖さもあるか、そうもある、そうですね、あとなんかもう
キプロスの YouTuber みたいにさ、もうずっと住んじゃってさ、なんか住み込んで、もう何日東洋館住めるかみたいなやってる人がいそうじゃん、なんか YouTube とか。確かに住めそうですもんね。若手が YouTube でやってるとか。それは怖くないだろ。それは怖くない。それはまた別の企画ですか。そうだね。うん。なんかそういうのもできそう。住めないことはないからね。ねえ、うん。面白そう、階段ライブツアー。ああね。ですね。ノラちゃんも秋田県に行かれたみたいで。あ、そうですね。昨日秋田の、クラスオ、そうですね。クラスオ秋田っていう、うん、まあ、結婚子育てトークイベントみたいな感じだったんですけども、やっぱりあの私も土屋さんと同じで、昨日イベンターさんが超えて、困ってたんですよね。駅で、うんうんうん、先にマネージャーさん挨拶して、ねうん、完全にイベントさんをこう私を探してるんですよ、うんうん、で全然私気づかれてないと思って、はい、でも視界に、うん、視界に入りながらちょっとこう体揺らしてうん、うん、あーって気づやっぱり気づかれないですよね、うんうん、で、まあ、まあまあおばさんですから、まあ、本当に髪の毛もひどい状態ですし、うん、本当にまさかこんなクソババだと思わないですよ、みんな。そういうことじゃないんだよ、ね、仕上がってる芸人の、うん、潜在写真みたいな、ね、そういうイメージで探してるっていうのもあるかもしれないね、はい、濃い化粧のイメージで探してるっていうのもあるかもしれない、ね、割とやっぱり、うん、気づかれないなっていう疲れてんだなっていうこれやっぱ等身大だよね等身大だ45歳だよなっていう感じですよね。秋田はなんかあんの、うん、あ、何のゆかりもないです私、うん、何もないのに。そうですね、呼んでいただいて、うん、まあ、寒いだろうなと思って、うんうんうん、本当あのヒートテック着て、うん、何ですか、春カイロ貼って、はあ、でもマフラーして、うん、もう行ったんですけど、もう汗だくで、もう暑くて、東京と全く変わらなかったです。秋田？はい。もう帰りの新幹線で裸足になって、もう全部取って、中のインナー、はい、中のインナーだけ着て、でもそしたら後ろパッて見たら外国人の人も T シャツで1枚でいて、もうちょっと難しすぎると思って、最近ちょっとなんか着るもの難しい。そうですよね、マフラーだって汗だくでマフラーすることになってますから今。やっぱちょっと冬のコート着ちゃうと、うん、昨日も新潟だったから、ちょっと、うん、暑かったね。あの、うん、コート着て行ったけど、うん、もう東京で歩けなかったもんね。そうですよね。暑くって。ヒートテックの質が良すぎんのかな。良すぎんのかな。それもあるかもしれないです。暑い時あるよね。暑いって、たまにね。ありますね。ある。ありますよね。うん、難しい。難しいんだよね。うん、難しいです、うん。そう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 。もしかしたらもうダウンとか着ないかもしれないですよね。いや、着ないまま、うん、いや着るでしょう。ダウン。こっからそうだね。うん、そこまでやっぱ冷え込んでないもんね、うん、まだね。16度だし。もう軽いやつがいいね、最近思うんだけど。いやでも軽いやつってめちゃくちゃいいやつって軽くて暖かいじゃないですか、うんうん、あんなん着てみたらもう汗びっしょりで、もうでも元取りたいんですよ、高いから、うんうん、悔しいですよね、めっちゃ着る、うん、着れないとでもなんか重くてさ、ね、寒いやつ最悪じゃない、はい、昭和の布団ですよね昭和の布団めっちゃ重いけど全然頭ない、本せんべい布団、通販で買った服が重くて寒くって、もうなんでこれみたいな、これみたいなさ、ない、たまに。あと厚手だと思ったら薄いズボンだった。わかるわかる。これ言いない履かないと無理ちゃんのやつですよ。寒みたいな。そうだね。ズボンにもあるね。うん、気になってたね。触んないとダメだね。ダメですね。触んないと ね。あとおしゃれでやっぱりね買っちゃうとダメですね。うん、昔はおしゃれで、うん、寒くても暑くてもね気にならなかったけど。もうそんなん言ってらんないでしょ。言ってらんない、もう着心地。ね、もう素材と、うん、あったかいかどうか、高いかどうか、高いかどうかだよね、動きやすいかどうかですよ。そうですよ、はい。で、婚活のイベントだったの？婚活のイベントでした、まあ、本当に結婚しようみたいな。そうですね、結婚しようっていう感じで言いたかったんですけど、うん、割と年齢層がすごいバラバラで、うん、はい、なんか不思議な空間でも、なんかすごく、急遽、うん、お客さん結構たくさん入ってくれたんで、うんうんうん、椅子も結構増やしていただいて、うんうんうん、はい、もう淡々とトークライブですね、なんかトークして、はい、旦那との慣れ初めから話しまして、おうおうおう、そういう感じで慣れ初めからちょっと聞かれまして、はい、はい、ケンちゃんのね話とかさせていただいて、うん、はい、なんか途中ギャグとか挟んだの？あ、まあもちろん、まあ、ギャグというか、うん、話の流れでなんか、まあちょっとケンちゃんの、まあ、うん、そういう
話ですよね。急にケンちゃんって言い始めたね。なんかいやその昨日は、昨日なんかこれ、そんなんここの番組であんま言わなかった。まあそうね。急にケンちゃんって言い始めた。ケンちゃんってそうね。ドキッとするんだけど。あ、ほんと、まあケンちゃんだからもう、統一した方がいいかなと思って、この主人とか旦那とか言うじゃないですか。言うよ。ハズバンドとか。まあそうだ、ね。そうそう。まあ、トークネーム。静雄みたいな。そうそうです。義理のお父さんっていうのめんどくさいから、静雄みたいな、ね。そうそう。だから初めにもう、ケンちゃん。ケンちゃんのがいいね。ケンちゃんは同じ年の、はい、蟹江敬三に似てるんですっていう、そういう自己紹介からして、まあ、ケンちゃん出てくるからいっぱい、うん、っていう話をしましたね。愛着が湧くか、ケンちゃん。そうですね。うん、そのご当地のさ、ケンちゃんのきりたんぽとか、はい、なんかそういうネタはやんなかった。そういうやんなかったですか、ケンちゃんきりたんぽ。下ネタみたいに入れたりしない。見なかったですね。最近見てないしな、きりたんぽ。お見受けしないから。やめなさい。アキダイのさ、はい、社長がこの前来たの、着々のゲストに。はいはい、で、アキダイの社長の娘が結婚するからビデオメッセージお願いされてさ、俺、ね、結構下ネタ言ったの、はい、あれ旦那さんはあれですか、なんとかさんの桃を触ってみたいな、そうそう、キュウリを旦那さんのキュウリが握ってとかすげえ下ネタを言うから、これは下ネタだ、動画送ったのダメですよ、お祝いの席だから、もう最高ですと社長からどうかしてた、さすがです、さすがです、最高ですって父親が、うん、爆笑しましたって来たからね、 OK 出した、 OK 出したよ、さすがですね、いろんな野菜扱ってるからね、いろんな野菜、野菜への愛なんだね、それもね、愛ですよ、もうこれがキュウリって見立ててもらえたらもう売れるし、キュウリそうなんだよ、本当に売れるしね、売れるし本当に、ね、いいかなみたいなね、はい、それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! サンデイズラジオショー、今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日はですね、東貴博さん、東マックスさんが、立ち上げたファイヤーヒップスの、はい、出演陣からゲストをお呼びいたします。はい、2時台は流れ星中英と浜カーンの神田さん、はい、3時台には花輪兄が登場です。はい、す中英の怖い話あるでしょ。あんのなんか、うん、あれこれ番組で来たのか前聞いたのか、なんかタイムスリップした話知らない、うん、知らない下北で、うん、普通に入ったラーメン屋かなんかが、うん、なんか1950年代で、うん、で、値段が200円とかで、本当に一瞬だけタイムスリッパで、絶対それ本当だって言い張るの。ただ安いラーメン屋が違う、なんかもう1950年代のラーメン屋、そこだけなんかそこだけタイムスリッパ、知らないその話、めっちゃ面白いじゃん。そう、面白いね、それ聞きたいんですよ、その真相。ラジオでは言ってないと思うんですよ。あれ言ってないけど、俺なんか本当知らなかったもん。それすごい、そうそう、めちゃくちゃ気になる、めちゃくちゃ面白いですよ、めちゃくちゃ気になりますね。下北沢でタイムスリッパ、お店出たら戻ったで、戻ってきたら戻った、何だったっけ、何なんそれ、面白いですよ。面白いね。はい、はい、はい。ということで、本日のテーマはファイヤーヒップスにちなんでこちら。尻に火がついてます。はい、尻に火がつくとは、うん、切羽詰まっている、追い詰められている、物事が差し迫りあたふたしている状態のこと、うん、仕事で追われていること、プライベートで焦っていることなどを教えてください。はい、お願いします。その他ゲストへの質問や、今日はお休みになりますが、はい、おったま名言録への投稿もお待ちしております。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com、 すべてのメールの中から抽選で5名の方にラジオショーオリジナルサインペン月曜日赤をプレゼントします。はい、それではナイズラジオショー、本日も3時30分まで生放送です。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。11月23日は二の鳥。府中の大国玉神社。声は大きければいいってものでもないですが、
ナビは大きな画面が嬉しい。ストラーダは10インチ大画面に高精細な有機 EL ディスプレイで地図も映像も美しく、なんと500車種以上に対応。みんなの車に楽しさ広がる大画面、新ストラーダ。Panasonic Automotive。 大正製薬の先端皮膚科学研究から生まれた医薬部外品の美容液ザ・マイトルエッセンス。洗顔後のお肌につけることでシワを改善。通常商品税込み1万1000円のマイトル、今月末まで3日分の無料プレゼントキャンペーンを実施中。詳しくはマイトルサンプルで検索。カバライ金の確認は0120-10-10-10。クレジットカード、カードローンの過払い金が返金されています。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、簡単な手続きで返金されます。皆さん、過払い金誤解していませんか？利用が少額だと過払い金は出ない。それ、誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料でご確認を。 0120-10-10-10-10-10-10 の中央事務所へ。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ブリティッシュアメリカンタバコジャパンがお送りする日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう内回りは、桶川北本インター付近に故障車が止まっている影響で9キロの渋滞です。高速道路は東名高速道路の下りが玉川橋で工事のため3キロと、神奈川県の大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線の内回りが霞が関で緊急の工事のため6号線の上りの駒形まで渋滞しています。中央環状線の内回りは中野長者橋で事故のため熊野町ジャンクションまで6キロ、外回りは富ヶ谷で事故のため大井ジャンクションまで断続的に7キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。どうも、最近は楽屋でもあそこが痛い、ここが悪いとか健康に関する話題ばかりですね。俺たちもそういう年になったということだよ。ところでお前なんかしてんの？タバコハームリダクション。卵ハムアトラクション？違う。ハームリダクションっていうのは、健康リスクがある可能性のあるものに関して使用を止めるのではなく、使用による身体的社会的な悪影響を低減していくことを目的とした考え方。タバコの場合はタバコハームリダクション。なるほど、俺も取り入れてみようかな。お前はどうする？俺はとりあえず相方を変えてみようかと。ブリティッシュアメリカンタバコジャパン。あなたとハッピー、柿穴忠です。熊谷美穂です。明日は元経産省官僚で慶応大学大学院教授の岸博幸さんが登場。岸田政権の経済対策の問題点について分かりやすく解説していただきます。あなたとハッピーは明日の朝8時スタートです。続いてはこちら、漫才協会ニュース。はい、先週からの歌詞ツッコミコーナーに代わって、今日から始まったのは、知られざる組織漫才協会で起きているトピックスや事件、最新動向をどこよりも早く紹介する漫才協会ニュース、略して漫協ニュース、漫協ニュースということで、早速紹介していきます。まずはカラフルな衣装や頭の飾りでもおなじみで、年齢不詳の女性コンビ、鈴風にゃんこ金魚師匠。先週13日、浅草東洋館中席に登場した際、頭の飾りをよく見ると熊手の飾りがついていました。鳥の市の季節をさりげなくアレンジした浅草のファッションリーダーのあしらいでしたが、残念ながらゴリラの生態模写に目が行く人ばかりで、熊手に気がついた人は皆無だったということです。残念ですね。
もうここを本当にこだわってるからね、頭の飾りをね、まあ、もう 100均とかを使って、はい、全部自分で作って毎月その季節のものに変えてるわけですよ、うん、素敵ですね。めっちゃすごいんだよ本当に。すごいよね。止まんないもんね、楽屋で一回話すとね、あもうこれがこうでね、うでこうでを集めるのが大変だったとかね。その話してる時にね、あのにゃんこ師匠、そっとその楽屋から立っていくんですけどね金魚師匠の熱すぎてこの話そう、ね、ずっと聞いてんだろうね、ずっと聞いてる。相方にゃんこ師匠はもうずっとまたかよって思いながら聞いてる。本当に器用だよね。そうだね、見に行ってほしい な, なんか、ね、古典とかやっても良さそうですよね、その飾りを。あそうなのよ、いっぱい多分ね撮ってあると思うんですよね。そうですよね、うん、本当だね、うん、さあ続いてはこちら。松竹芸能所属で漫才協会にも所属しているなにわプラスチックが今月8日に神田スクエアホールで開催された M1 グランプリの3回戦に進出。残念ながら準々決勝進出は果たせませんでしたが、公式サイトにアップされた3回戦のネタ動画を確認するとなぜか9割カットで、登場して挨拶するシーンしか視聴できないことが判明。なおその理由は不明とのことです。すごいですね。歌ネタかなんかだったのかね。なんだろう、まあ、なんか歌ネタはなんか音が消えてとかね、うんうん、あるけども、ね、うんうん、え9割カット、え何はプラスチックのネタが、うん、逆になんか話題になりそうだね。なんかもう一組いたよね、そういう、あそうなんだ、なんかの不具合で、カットされちゃってて、でもそれはすごい上げ直されて、あそうなんだ、その動画が逆にもう一番再生されちゃうぐらいのやつは、なんかそういう風になってるわけでもないんだ、うんうんうん、ただ9割カットされて、わけわかんない、話題にもなってない、わけわかんない、怖で落ちてる、はい、落ちてるね、落ちたの。この前ね、その YouTube の撮影をね、はい、このちょうどなにわプラスチックとおちもりと、はい、あの三日月マンハートの中峰くんのクイズ大会みたいにやったの、はい、で俺全然知らなかったんだけど、その日がちょうど準々決勝の発表の時間だったんだけど、全員落ちちゃって、で全員テンション低いままもうや、もう心心に合わせみたいな感じで見事に見事にその3人、うん、どうでもいいわみたいな中峰くんのクイズみたいなさ、そうだったね、頑張ってほしい、はい、うん、はい、見たかったですけど、はいはい、でここで私も一つタレコミ情報いいですか。はい、はい、このほど漫才協会に新たに加入したコンビが発表されました、うん、その芸人は北海道在住のヤスと横澤さんです、うんうん、今後も北海道を拠点に月に数日上京して東洋館に出演する形で活動をするとのこと。サウナ好きとしても知られる2人、うん、おそらく東京滞在中はカプセルホテルのサウナを満喫するものと見られています、うん、なお入会に関して サウナ仲間である、漫才協会常務理事の土屋信之氏が口利きしたのではという噂も流れており、漫才協会も調査に乗り出す模様です、うん、調査しもう調査済みです。そうです、調査結果がもう出てますか、速報、はい、で出たということで、はいはい、もう完全に口利きです、はい、口利きです、サウナ好きの口利きです、はい、あの、はい、あといい人なんで、めちゃくちゃいい人、人柄がいいっていうのは、人柄で決定というのが、うんうん、よかったです、まあ、北海道の営業とかね、なかなか東京にね、はい、来る機会もないんだけれども、うん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 、まあ来た時にはちょっと豊館に出たいと、うんうん、で、あの北海道の営業を漫才協会の、はい、あのライブを向こうで、はい、あのやりますと、はい、で協会のこう仕事を引っ張ってきますっていうことなんで、うん、それに期待しての今回が入会ということですね。そういう戦力のもあるってことで、そういうことですね。そういう戦力もう向こうであのサウナ番組とかもレギュラーとかもあるし、うん、結構あのライブとかもやって、だから東京の芸人を呼んで、うんうん、あの一緒にライブとかやってるんですよ。結構やってんだよね。なんか定期的にやってるよね。定期的にやって、この間もパンプキンポテト、なんだっけ、パンプキンポテトフライとか。パンプキンポテトフライ。そう、結構。一発目弱えな。いや、たまたまこの間ね、この間と一緒になった時はそうだったから発明弱いやってますから、そういう実績があるんで、そうですね、はい、もう間違いなく、あれなんか個人事務所なんだよね。そう、個人事務所。俺なんかあの一緒にいるマネージャーの女の人がいいのよ。うん、なんかあの人もすごい二人三脚でさ、はい、その女の人がいるんだけども、はい、いや豊子さんのためにみたいなさ、そうそうそう、なんかマネージャー、本当野球部のマネージャーみたいな感じ、応援したくなるよね。うん、わかるよ。いいんですよね。でちょっとあのよろしくお願いします、はい、最後にもう一つ、漫才協会カレンダーの2024年版が、完成、完成、うん、先週15日から浅草東洋館売店、うん、並びに通販サイトストアーズで発売開始となりました、うん、母心アツシがデザイン、うん、制作を担当。今年は全協会員にアンケートを募り、所属会員たちの噂や告発、暴露が満載となっています、その中からネタバレにならないよう一つだけ
一部伏せ字で紹介すると、うん、漫才ホニャララ号の H は、うん、師匠の車を運転して傷をつけたことがある、うん、師匠にはまだバレてないらしいといった内部情報のリーク合戦となっていて、うん、今後協会内で圧力を呼ぶのは必至。このコーナーでも来週以降カレンダー情報も取り上げる予定ですが、あなたも早めにお求めください。バレてますよ、バレてます、バレてますよ。堀江でしょ、うん、俺の車、俺の車、漫才56号修理20万買ったんだから、すごい最悪だよ本当に、うん、ギリギリギリッってどこで、なんかあのコインパーキングのなんか出るとき、あ、そう、うん、まだバレてないらしい、なんでバレてないと思ってんのあいつ、え、もう一回やってるってことなのかな怖いよ、やり直して、マジでその可能性が出てきたわ、そうですね、かもしんない、花さん知らないやつがもうまだあんの、マジで怖いじゃん、すごいリーク合戦だ、ね、はい、勝手に出してるわ、カレンダー発売しております、す、ね、今後はただいま制作中の漫才協会ザ・ムービーの最新情報や漫才協会に所属する芸人たちのレポートも予定しています。あなたからの満響メンバーの目撃情報やタレコミも大歓迎、 rs@1242.com まで送ってください。以上、漫才協会ニュースでした。カバライ金の確認は0120中、中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやガソリンスタンド ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。あのさ、俺のいいところってどこ？ね、優しい。いや、そうでもないな。頼れるわけでもないし、ないんかーい！彼のいいところを見つけるのは大変でしたが、中古車ならいいところをすぐに見つけてくれる。それが中古車買取のガリバーなんです。いいとこ探しのプラス査定、車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかるんですって。0120-66-4747、 66-4747、ガリバーへお電話を。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。また、他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後に、この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。神奈川県の情報をお伝えするハロー神奈川です。日本放送横浜支局の久米さん、はい、こんにちは。こんにちは。はい、お伝えいたします。横浜18度、時折強い風は吹いていますが、いいお天気です。さて、横浜市中央図書館の中に横浜市史資料室というのがあって、興味深い展示を行ってくださってるんですが、今回11月18日から1月31日までは横浜の女性と洋装を追う展示を3つのテーマに分けて行っていきます。横浜は日本の洋裁業発祥の地であるんですよね。外国人居留地には欧米人や中国人のテーラーやドレスメーカーがお店を開き、日本人の洋服職人も現れました。今やっている第1部は横浜のモダンガールがテーマ、
1920年代から30年代の都市に現れた洋服や派手な着物を身につけた女性たちについてです。第2部は12月13日から戦中戦後の横浜の女性のファッションについて、そして第3部は1月20日から洋裁ブームと横浜の洋装店についてとなります。また各テーマで1日テーマに即した講演会も行われます。詳しくは横浜市のホームページをご覧ください。どの時代も女性たちが洋服に胸をときめかせて工夫しながらワクワクしながら洋装を取り入れていく様子がわかります。洋服好きな方覗いてみてはいかがでしょうか。以上、横浜のスタジオより久米千恵がお届けしました。久米さん、今日のメールテーマ、尻に火がついてますというテーマなんですけど、はい、なんか追い詰められてることとかってありますかね。私、うん、新年、うん、急に少年隊の踊りをしなければ、余興で少年隊の踊りをすることになったんですが、で、もうバク転とか回転とかやめようってことにしたんで、覚えられるかと思ったんですが、うんうん、何にも覚えられなくて、本当に尻に火がついてる状態なんです。30年前の話じゃないですよね。2020年、30年前に頼まれたんならもうちょっと見たかもしれないんですが、今度のお正月にやるんですか。めちゃくちゃ見たいな。めちゃくちゃ見たいですよね。少年隊踊るの、ひどい、もう命がけでやることになるそうです。わかりました、ありがとうございます。頑張ってください。大正製薬の先端皮膚科学研究から生まれた医薬部外品の美容液、ザ・マイトルエッセンス。洗顔後のお肌につけることでシワを改善。通常商品税込み1万1000円のマイトル、今月末まで3日分の無料プレゼントキャンペーンを実施中。詳しくはマイトルサンプルで検索。時刻は1時50分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。イスラエル軍は19日イエメン近くの黄海で貨物船がイエメンの親イラン武装組織の風車に乗っ取られたと発表しました。日本政府関係者によりますと、日本郵船から国土交通省に運航していた船が拿捕されたと連絡がありました。日本郵船によりますと、この船に日本人は乗っていません。風車は声明で、イスラエルと関係するすべての船が攻撃対象になるとし、各国に対し黄海でイスラエルの船と関わらないよう警告しています。乗員は25人で、国籍はブルガリアやウクライナなどとされていて、船はトルコを出発しインドに向かっていたということです。これについて日本政府の反応、松野官房長官です。このような行為を断固非難します。またイスラエルとも意思疎通を図りつつ、当事者である保守派への直接の働きかけに加え、サウジ、オマーン、イラン等の関係国に対して船舶及び船員の早期釈放を保守派に強く求めるよう働きかけを行っていると承知しています。次に、週明け今日午前の東京株式市場の日経平均株価は、先週末の終値を挟んで一進一退の動きとなりました。朝方は上げ幅が一時200円を超え、3万3800円台となりました。取引時間中として1990年3月12日以来、およそ33年ぶりの水準となり、バブル経済崩壊後の最高値を更新しました。先週末のアメリカ市場でハイテク株を中心に値上がりした流れを引き継いで、半導体関連株などが変わりました。しかしその後はやや値を戻しています。 JR 渋谷駅の改良工事のため、おとといと昨日の2日間一部区間で運休していた山手線は、今日の始発から運転を再開しました。山手線のホームと線路を最大20センチ持ち上げて、隣接する埼京線と同じ高さにすることで、駅の東西を行き来する自由通路の整備が可能となります。昨日までの2日間、山手線の内回りと外回りで合わせておよそ590本が運休し、64万人に影響しました。運休を伴うものは5回目の今回が最後で、最終的な完成は2027年度としています。おしまいに、日本一高い330メートルのビルなどを含む東京港区の麻布台ヒルズが今日報道陣に公開されました。麻布台ヒルズは不動産大手の森ビルが手掛ける再開発事業で、今月24日に開業します。全体の区域面積は 8.1 ヘクタールで、延べ床面積は同じく森ビルが手掛けた六本木ヒルズを超えます。高さが大阪市のあべのハルカスを抜き、日本一高い330メートルの超高層ビル、門司 JP タワーには、会社の枠を超えて入居企業の従業員が集まれる場所を設け、麻布台ヒルズ全体で2万人が就業し、1400戸の住宅に3500人が暮らす見込みです。
この時間のニュースは以上です。遠藤さん、ありがとうございました。山田裕貴です。山田裕貴のオールナイトニッポンクロス、初めての番組イベントを開催します。その名も山田裕貴のオールナイトニッポンクロス横浜アリーナ王に俺はなる。来年1月13日土曜日、横浜アリーナで開催。ぜひお越しください。横浜アリーナ王に俺はなる。日本放送メール来てます、はい、はい来てます、はい、仲良くなりたいさんです、はい、皆さんこんにちは。私は傑作がコンプリートに尻に火がついてます。ノラさんとケイさんがどうしても集まりません。夏さん、はるかさんは3体やります。今年中にコンプリートしたいのですが、うん、どなたか私の夏さんとはるかさんをノラさんとケイさんに交換してはもらえないでしょうか。いや、そうなるだろうな。そうね、せっかく集めたら個人で交渉してっていう風に集める。そうだよね。もう色とかも3色あるから、 そうですね、そこも全部揃えたいとかなる人いるのかね。そうだよね。なんとかでも同じ思いの人がいそうだからね。そうだ ね、 ね、とかね、ちょうどこの間ね、土曜日のラジオ来た秋葉社長が、うん、はい、私もガチャガチャになったんですよって言ってたね。あ、そう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 、ガチャガチャ同期だったね。知ってたの？知ってました。私なんか披露日で生放送で、うん、ちょうどその紹介されてて、うんうん、披露日、そうですそうです、ちゃんと声も出るんですよ、ガチャガチャ。秋葉社長の、秋葉社長 の、 社長のいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、そうそう、安いよ安いよみたいな感じのちゃんとい、いい感じのしゃがれ具合もちゃんと再現性があって一発撮りで OK でしたとかです。だからナイスさんもね、ガチャガチャになったことあるんですかって言われたから、ね、たまたま今年、ね、出てるんですよ、ましたって、ああそうでしたかみたいな。ガチャガチャの同期ってなかなかね。そうだよね。ないですから。ね、怪談話のリアクションです。はいはい、西尾張の落合二世さん。うん、動物園で閉園後にナイトズーというツアーを最近やってますが、あんな感じで東洋館も閉館後に怪談をやるナイト東洋館っていうのはやってみてはいかがですか。あ、ナイト東洋館、ナイト東洋館っていうこと、ね、夜のライブはやってるけどね。そうじゃなくて夜のライブってことでいいんですかね。ただ夜 の、 その薄暗い東洋館を開放するってこと、はい、うん、開放して開放して肝試しやつ。肝試し、肝試しですね。あ、肝試しやれば。肝試しいいじゃないですか。肝試しとかやっていいの？肝試し。で、師匠いてもらうだけでも。めちゃくちゃ面白いじゃん。ね、お化け屋敷だよ。お化け屋敷。肝試し。まだ屋敷いますからね。お化け屋敷。お化け屋敷。吉本が一時期やってたけどね。あ、そうなんだ。お化け屋敷みたいな。お化け屋敷ね。なんだっけあれね。沖縄だっけ、なんかあったよね。沖縄映画祭かなんかの時。なんか。じゃなくて。そうそうそう。お化け屋敷やるっつってたね、なんかね。お化け屋敷いいかもしれない、ね、一番。でも大学の時に落ち研でお化け屋敷一回やったことあったけどね、はい、あ、文化祭でね、うん、教室で、うん、そうそうそう、もうみんななんかううとかつってペイン、ね、なんかペイントとかしてね、もう師匠いるだけでもやっぱり雰囲気ですから。でも本当に漫才協会お化け屋敷終わった後にね、稽古師匠私見ましたみたいな人がいたらめっちゃ怖い。したらすごいね、稽古師匠がいました、うん、そうそうそう、本当ですね、怖いね。隠し内海稽古何個見てたかみたいな隠れミッキー、隠れミッキーみたいなシミがもう稽古所の方がめちゃくちゃ怖いです。シミでもやれないことはないよね、お化け屋敷、お化け屋敷本当文化祭みたいな感じだよね、ちょっとね。そうだよね、本格的にやるんだったら。でなんか花屋敷の中にね、そういうのをなんか作ったりとか、そのあるかもしれない。一番やっぱり驚くのって音とかだから、うん、一番声でかいのがあの東洋館の、 あの松倉会長なんだよ、東洋工業、うん、まあとか言うのだからなんか松倉会長の怖いの意味違うけど、ね、それは何の言葉を叫んだんですか今もうあーっていうの松倉会長そんな挨拶ないじゃん、大人は怖いですね、大きな声出すって怖いな。そんなセリフを言う機会なかなかない、なかなかないからね、うん、いいですね、ちょっと怪談話ね、中英にあの話してもらえますから。そうですね、はい、下北沢の、はい、うん、古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか。カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 1579-999、出張買い取りはカメラの北村。ベリーベスト法律事務所より
アスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ついだそばから笑みがこぼれる、それが白鶴丸。いい笑顔に丸、白鶴丸。飲酒は二十歳になってから。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めまして、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。平野ノラです。さあ、2時の天気予報です。ノラちゃん、お願いします。はい、平野ノラ減量付きチャレンジ天気予報、あ、違う、逆だった。減量チャレンジ付き天気予報をお届けします。現在千代田区有楽町日本放送の屋上の時計は 16.3 度を指してます。はい、関東は午後も各地で青空が広がりますが、北寄りの風がやや強く吹きそうです。最高気温は昨日と同じが低いところが多く、18度前後でしょう。晴れても風がひんやりするので、首元など暖かくしてお過ごしください。明日も朝から晴れて洗濯日和でしょう。風が弱く、日差しの下では過ごしやすい陽気になりそうです。さて、平野ノラ減量チャレンジですけれどもね、はい、今週1週間も頑張りました、ねえ、はい、なんかちょっと痩せた。いや、もう俺なんか気が分かる。そう、今日艶さんが入ってきた瞬間、目合う前かな、目合う前に痩せたよねって痩せたでしょ、痩せたって、はい、もう頑張りました。相当でも頑張ってる感じはする、はい、なんかね、あのね、夕食そんなにお腹空いてないなっていう時は、なんかアサイーボールとかを作って、自分で食べたりとかして、割となんか頑張ってますね。無理なく頑張ってます、なんか倒れないようにしてよ、はい、本当だから俺も心配だって。そう、お菓子をあげたんだけど食べてないもんね。そうですよ、すごいね、今みかんとかいろいろ私のところに集まってくるんですけど、何一つまだ手つけてませんから。すごいな。いや、でもさっきどら焼き食べてました、ね、どら焼きね、思いっきり食べてたよ。いや、でもね、ちょ、聞いてくださいよ、聞いてください。一応、はい、あんこね、3分の1ちょっと外したんですよ。あんこはちょっと剥がして半、3分の1ちょっとこう避けて食べたんですよ。なんでなんで、美味しいのにあんこ。いや、そうですけど、ちょっとそこもセーブちょっとしながら、ちょっとでもただ食べたいんだ、どら焼きを。ドラ焼きちょっと半分くれよ、じゃあ。そんなで来る前に食べたんですよ、なんとか。殺到しながら、殺到しながらやってるんだね、はい、ね。食べてる時にみんな、あいつ食べてるけどみたいな目で見るのやめてください。食べたっていいもんね。朝昼食べてないんで、すいません、これにかけてるんです。はい、わかりました、はい、泳がしてください。はい、ちょっと3時台には、はい、体重アップしますので、はい、わかりました。いつメール、ラブリー明太子さん、はい、今日のね、尻に火がついたというテーマです。はい、ジョギングしてたら晴れてたのに急に空が暗くなり、今にも雨が降り出しそうになりました。自分自身が濡れるのはどうってことないのですが、ベランダに布団を干しっぱなし、家まであと5キロ、大迫すぐるより速いスピードで走って家に着きました。しかし雨は降りませんでした。あ、という、なるほど、布団を干してたわね。布団を干してたわ、焦るね。焦る。普通の洗濯物じゃないからね。めったにさ、あの、奥さんから着信ってないけど、こういう時だけめっちゃ着信ある。ある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 。ね、なんだろうと思って、めったにないけど、布団、布団、降りそう、降りそうってきたから。そう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 。緊急だよね、本当に、ね。家にいるのに知らないからね、俺たちは干してるものとか。あんまり。ね、あと雨が急に降ったのも気づかないもんね。気づかない。家にいると。あ、そうだよ、布団濡れたら最悪だよね。焦ったね、もうその時のスピードはすごかったんですよ。はい、ということで、まだまだメールお待ちしております。引き続き rs@1242.com です。そしてこの後はゲストショー、今日はファイヤーヒップスの公演に出演する流れ星中英と浜館神田さんの登場です。相続税の申告を後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。
お電話は 0120-400-800-400-800。 今週23日祝日から26日日曜日までお台場青海地区特設会場で発見福島お魚祭りを開催。常磐ものと呼ばれる福島県産の魚介を使った料理が味わえるイベントです。入場料は無料。詳しくは魚ジャパンフェスで検索。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。カードローンの過払い金は中央事務所。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのカードから現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。 お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。 Welcome to the radio show. Guest show. Let's get started.さあということでこの時間はゲストショーです、うん、スタジオに現れたのはこちらのお二人です。自己紹介お願いします。はい、ハマカーンのゲスの経緯じゃない方神田です。お願いします。い、うん、どうも流れ星の注意です。その瞳がその言葉が嘘でもそれは完全なチュエイどういうこと聞いちゃった聞いちゃった。どういうこと、何歳までやんのえ恥ずかしくないです、何歳までやんのそんなこと。いやそれ俺も考えたけど、うん、おじいさんになればなるほどこれ面白くなるから確かに俺永遠にやっていこうかなと。ギャグずっとやってたのね。ギャグをね、中英と神田さん2人で今日は来てくれましたけど、ね、はい、ます珍しい組み合わせ、ね、珍しい。これなんで他の滝上とか浜谷さん入ってないんですか。これ 筋肉とイケメン、筋肉とイケメン、そんなイケメンって認めんのかどう見てもイケメンでしょう、ね、相方は。イケメンって言ってんの、うん、相方のこと最短で言うときイケメンって言ってんの。イケメンでしょ。滝上と同じ4文字なのに。別の極みの方があったでしょ、滝上の方が。本当は本当は、いや違うよ、あいつはイケメンだよ。イケメン。天谷だよ、ゲスの極みは。ほんとどうしようもない。そう、天谷さんは、だから、拓馬さんのお芝居、ね。そう、なんかね、たくまさんに鬼ハマりしてて、うん、役者浜谷健二として忙しいみたいで。すごいですね。だから俺見に行きましたけど、はい、タクフェス、タクフェス、うん、やっぱり一人二役とか、そうそう、めちゃくちゃうまかったですよ。器用なのよ、はい、うん、で今回はこの二人が、うん、そうそう、東さんの舞台ね、そう、入って浜谷さん、東さんの舞台はもう13、14年前からお世話になってるけど、うん、そうですよね、神田さん、たくまさんを撮ったようです。神田さんは言い方悪い完全にそうですよね。完全にそうよ、だって舞台思いっきりかぶっててけどそのおかげで中英が呼ばれてるからね。あ、そこに入って中英は初めてか。そう、初めて。そうそう、俺こと今年からだから、今年から、今年からなのが、うん、俺と、うん、ああ白木、そうそう、これ、うん、何のきっかけで、アズマックスさん誰が選んでくださったのか。え、アズマックスさんじゃないの。アズマさんかな。アズマさんから直で中へ頼むっていう、うん、いうのオファーが来たから、やります、ぜひやらせてくださいっつって、うん、そうで、うん、あとは山本雅美も本当は毎年いるけど、そう、そうだ、今回なんか今回も雅美さんも自分の何か舞台がそうですか。だから雅美と、うん、浜谷の代わりって言ったら大体俺と白木じゃん。そうか、類似タレントだったっけ。類似タレント、類似タレント、同じ山狙ってる同士だね。そうか、そうそうそう、だな、だから滝上かわいそうじゃん。滝上だけはなんか、ね、それはもう東さんに言ってもらえば、うん、なんで東さん滝上オファーしなかったのか、うん、もう新一郎はもう一人で十分だ、新一郎は一人で、全く感じも一緒だから滝上新一郎は一緒なんだ、下一緒なんだよ。新一郎枠はもう神田がいるから、うん、滝上 枠で決まってんさ。新一郎って名前のさ、だいたい言いたくて切れやすいっていうのそうね。安住さんとか。安住さん。新文字がちょっと違う。違う。そう。この新伸びる方だから。うん、伸びる一郎の方は。新一郎はもう。うん。タッキーが言ってたのが、うん、かんちゃん、俺新一郎同じ名前でしょ、うんうん、って。俺のおじいちゃんが、うん、最高の画数から、と思ってつけたら、一、うん、文字足りなかったんだよ。うん、だから、かんちゃんも同じだねって言って。うん、俺と滝上、名字違うのに。やばいでしょ。画数。
名字違うのに同じ画数の扱いされてる。やっぱり飛び切る。でも新一郎は最高ですよ。ね、イケメンだからね、ただ。まああいつはイケメンだからしょうがない。手広くやってるしね。そう、手広くやってるよ。手広くやってるしね。投資をいろいろね。そう、何やってんのやってる。なんかもう本当に楽屋で、その営業とか仕事で一緒にいるときに、すぐ電話で出てって、廊下で喋ってるから耳つけて聞いたら、すっごいなんか不動産の人と揉めた電話で。揉めるすごい楽しい。それ聞いててすっごい楽しい。耳壁に手当てて聞くなよ。あっという間に時間が過ぎちゃう。相方のそんな話を。昭和だね。でもすごい不動産投資で。ちょっと相談したら、ワンルーム投資よりは一等買いだねっていうことを教えてくれて。そういうのもあるんだ。一等買いなんですね。出たよ。すごいですね。なんか次なんか狙ってるのとか聞いたら、いやまだこれちょっと半信半疑なんだけど、キノコ栽培に目をつけてる。ソーラーパネルの後は今度キノコ栽培。太陽光行って、大家さんやって、で、ちょっと今ちょっとキノコ行こうかなと思ってるけど、まだちょっと情報少ないな。キノコ投資ってあるの？投資。あるんですよね。キノコ投資って。そう。何あの、だからあの、一年中キノコ作れるみたいな。みたいなことじゃない？そういうやつかな。金だもんね。まあ、時間の問題だな、捕まえる。何かが起きるのは時間の問題でしょ。時間の問題でしょ。ちょっと、そろそろ不安になってくる気がする。いや、けどもなんか目が離せないよね。人にまだ進めてない。楽しい。一番楽しそうなんですよ。お姉ちゃんのベビーシッターは大体。お姉ちゃんって10年近く前だから。ずっと心配してんだよね。あの頃のベビーシッター扱ってた子がもう中1なんだから。マジで？え？中1なんだから。もう中 1？ そうよ。そんなに前かじゃん。そうそう。すごい。もういないんですか、ベビーシッター中1だからもう。ベビーシッターいないよ。いない？違う役職でいない？新田さんいないけど、そうだ、運転手さんがそろそろ怪しい。運転手さん。全員怪しい。みんなに裏切られる。いない人で全員面白いですもんね。単純にうのちゃんだって、ピアス盗まれてますもんね、なんか撮影スタッフに。あ、そう、だからその後ね、ジュエリーも盗まれたやつね。そうそう。だから、おおむね5年に1回ぐらいのペースなので、来年あたりそろそろ。怪しいね。来年あたりそろそろ誰かに何か高額なもの。持ちすぎなんじゃないですか、ちょっとやっぱりね。盗む方が悪いんだけどね。まあもちろんそうなんだけど。でも盗まれたのに、盗まれる位置に置くなって言ってお姉ちゃんが炎上してた。炎上してた。すごいね、嘘でしょ。被害者だけど、盗まれてんじゃねえよっていう、盗まれる方が悪い。炎上の仕方してたから、しょうがない、もう。炎上しちゃうんだから。じゃあ、ちょっとお話いいですか？すいません。あの、タイムスリップ。不思議な話を。あ、俺の？いいですか？鍵取る方さんね、今日2回目で。そう、楽屋で1回。ちょい来る前に、ちょっと話題になったんですよ。下北沢のタイムスリップ。いいですか？ちょっと。いや、もうこれマジすごいよ。ちょっと長いけどいいですか？そうなのよ。嘘じゃないんですよね。嘘じゃないって。はい。いいですか？はい。あの、僕、あの、そもそも、東京に上京してきて、毎日ずっと路上コントやってたんですよ。事務所に入り方とか分からずに、もう2年間丸々滝へとやってて、で、その時に、下北ってもう20年前って今よりも街中に人がもう多かったの。毎日祭りみたいな感じで。ほんで、それで、路上やっててもお客さん集まってたんだけど、たまーにお客さん少ない時あったの。で、もう人が迷っちゃうじゃん、人多かったら。どうすんの？その、どうやって方向とかどうやって決めるの？どういうこと？どっちが来たとか。方角とかどうするの？それって。それどうやって決めるの？どうやって決めるの？どうやって決めるの？とか。俺？いやもうそんな急に言われたらもう、頭来た、足は南どうも、コンパスおじさんです。え、合ってんの？ごめんごめん、何これ。急に緊張してきた。いや、嘘でしょ、すげえ下手なもんだって。タイムスリップの話聞いてるとこだから。邪魔しないで、もう今ので合ってるのってぐらいの振りよ。余計なギャグの振りいらないから。ね、なんか俺今なんか指舐めて風感じようかなって思った。いや、もうマジどうしようかなって思ったから。わかんないよね。すみません。今、タイムスリップの話だもんね、今ね。そう、それで。20年前なんだよ。で、人が少ないなぁ、なんつってて。それが何回かやっぱ月に1、2回あるわけよ。で、これ、あの、共通して、はって気づいたのが、竹江とも話してたんだけど、もやがすごいかかってる日なの。で、下北でもやがかかってる日が、もう本当にもう、濃い霧ぐらいな感じで、ライトがボワンってしてるぐらい、近くであるライトが。で、あ、こういう日に人が少ないんだなって、勝手に共通項見つけて、で、そっから何年か経って、で、もう、当時付き合ってた彼女と下北山に飲みに行って、で、居酒屋行って、じゃあ2軒目ちょっと、ラーメン屋でも行こっか、なんつってた時に、あって今日人少ないってなって、あ、これもやかかって、あ、かかってるってなって、で、その彼女に、昔路上やってる時こうやってもやかかってる日は、人少なかったんだ、みたいな話をしてて、で、ラーメン屋見つけて、で、それが雑居ビルの2階に赤ちょうちんが出てて、で、外からの階段、
で、登ってって、もうドア開けるといきなりカウンターだけの店みたいな、うん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 。で、そこのガチャって入って、カウンターの一番手前に、うん、当時の彼女が座って、その横に俺が座って。うん、で、一番奥でも酔いつぶれた女性が、もううなだれてたの、うんうん。で、大将がなんか調理場で動いてて、で、メニュー表を見て、じゃあラーメンくださいってラーメン見ようとしたら、106円ぐらいやったかな。嘘つけよ。いや、マジで。ラーメン。いや、けど俺なんでこれ疑わんかったかって言ったら、当時、山下、あの、豪徳寺って駅、世田谷線の、に、一杯200円のラーメンがあったのよ。あ、いや、激安ラーメン。激安ラーメン。ギリ、ギリそういう。いや、だからラッキーな、すんげえ安いじゃんと思って。今じゃないけど。今はあるわけない、そんなの。今だったらあんな嘘だよ、そんな。今だったら嘘。嘘、嘘、嘘。いや、あるって。待って、何ギャグの振り？うそ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 うって俺そんな振りのギャグねえよ。ないのかい。ないかある。じゃ、何回じゃないよ。あるからじゃねえんだと思って。今の何回は花君に言ってんだよ。やべえよ。ないのに振るなんて怖えよ。怖えよ。とにかく安かったラーメン頼んで、で、なんか安いななんつって彼女と話してて、そしたら彼女が俺の肩叩いて、ちょっと奥でうなだれてる女性見てよ。うんうん、で見たら、うなだれてるんだけど、足、下半身が透けてんのさ。で、うわってなって、うん、で、そこからうんってなって、うん、で、中華料理屋って昔はちっちゃいブランカのテレビあったの分かる。あれ、あれ、あれ見たら砂嵐で、ザーって。そう。で、大将見たら、一回もまだ声聞いてないんだけど、入ってからもいらっしゃいませとかも。もう青白い顔してずっとなんか調理してて、うん、もう正気がないのよ、顔色が、はい。で、後ろに、新聞をさ、うん、金具で留めたやつがバッバッバッってかかってる棚あるじゃん。あるあるある。あ、で、あれを見たら、うん、昭和三十何年って書いてあるの。おえーってなって、で、あらーってなって、で、とりあえずラーメン来たから、で、ラーメンを二人のやつ見たら、卵、煮卵が乗ってんだけど、それは蛍光のピンク色なのよ。何これってなって、で、まあ、今日なんか早く出たくなったから店、うんうん、食べて、うん、正直美味しくなかったけど、うん、二人でもうそれ言っちゃダメなような気したから、うんうん、食べ終わって、うん、ごちそうさまでしたって320円払って、うん、でバンってその玄関のドア開いて閉めた瞬間に、うん、なんて感覚かわかんないけど、うん、ファッってなって二人で、うんうんうん、もやのかかった下北に戻ったの、うん、あれなんだったんだろうね、うんうん、今のってなって、うんうん、でそのままもうその日は終わって、うん、さらに当時うちのその元カノが銀座でなんかそのクラブのお仕事してたから夜の、だからお金持ちのお客さんが来て、でちょっとジェイ君つって、あの今日来たお客さんが下北の大地主の人なんだけど、この話を思い出してしたのよつって、そしたらえっつって、えそのラーメン屋の間取りどんな感じ、いやこんな感じでつって、でどこら辺にあった、いや2階から入るところ、いやそれあったけどもう 3,40 年前に潰れてるよつって、んっつって。で、俺もこれどういうことってなって、うん、じゃあ俺ら何タイムスリップでもしたんじゃないのなんて話をしてて、うんうん、で、それをまた大竹誠さんのラジオで、言ったの前に話したら、うん、で、大竹さんって昔さ、その下北でずっと劇団とかやってたじゃない。うんうんうん、で、もやの話をまずしたら、あ、もやあるよな、下北ってなって。で、俺そのお前が言う人が少ないとかはわかんないけど、うんうん、そのもやが来いっていうのは俺も体験したのはあるし覚えてるっつって、あでやっぱありますよねってなって、でやっぱ下北ってそれアーティストとか、そういう俳優さんとか芸人とか夢追い人が集まるから、ジーバーが歪みやすいんだって、大竹さんが。でそれがもやがかかった日にもしかしたらトリガーになってんじゃないかみたいな、それで俺はタイムスリップしたんじゃないかっていう、怖いというかちょっと奇妙な話。いや、めちゃくちゃ怖いでしょ。これ、今、検証したんでしょ？そう。で、それをね、番組で検証してもらったの。うん、え？検証？なんか、しかもそれ、信じてくださいって番組俺出させてもらって、それ。うんうん、島田さんの、手相占いの島田さんの YouTube でそれ話してたの。うん、そしたら、それを見たスタッフさんが見つけてくれて、うん、その、信じてくださいっていう、その検証番組に出て、うん、で、それがバラエティ班が作る番組じゃなくて、報道班が作る番組だったの。はいはい、だから本当に昔の地図とかも探し出したりとか、昔の文献とか見たりとかして、そしたら俺が居酒屋から行ったであろう道先にはなかったんだけど、その店がその近くに2階から入れるラーメン屋があったの。でそこは火事になって大将がもう音信不通になっちゃったところだったので、またそこかそこじゃないか分かんないけど、煮卵が蛍光のピンク色のラーメンもあった。
その昔下北に、はい、っていうラーメンがあったってところも、うん、俺ずっと蛍光のピンクの煮卵なんかないよってそのスタジオでも言われてたんだけど、うん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 なんかその文献を調べてたらそれがやけに印象に残ってたんですね。そうそう残ってたからっていうところまでは検証できたけど、うん、ゴールまではいかなかったその番組でも、うん、あそういうね色つけて蛍光にしてるラーメン屋さんがあったんだそう下北にだから すごいタイムスリップを中映はしたっていうもうほぼそれで検証成立したんだもう本当にあったってことだったの、ね、けどやっぱり極楽の加藤さんとザキヤマさんがいたから、うん、中映だから信じらんないっつって思ったけど、うん、お前嘘ついてんだろうみたいなですよっていうので終わったけど。じゃないかっていうのはね。そうそうそう。でそのね、彼女とそういう話になって、うん、すぐにあの見に行かなかったの。もう一回見に行ったりとかしなかったの。あ、行った。その時行ったんでしょ。あの当時って今と出口が違ってしもきたの、うん。東口っていう出口があって、うんうんうん、で小田急線が上にあったから、うん、あ井の頭か井の頭が上にあったから、うん、で井の頭の、うん、あ井の頭今も上にあるのか。わかんない。わかんない。うん、でその下をくぐると。うんうんはい大関があるね、スーパー大関、うんうん、カレードってパチンコ屋が、うん、あるよ、ね、その、ま、もうちょっと駅の方に戻っていくとテモミンがある雑居ビルがあったのね、うんうんうん、そのテモミンがある雑居ビルの、うんうん、俺は2階だと思ってたんだけど、うんうん、その番組で検証した場所は、うん、そこじゃなくて昔茶沢通り沿いにドマドマって店があって居酒屋があって、うんうんうん、でその居酒屋を、うん、駅の方に向かって東口に戻った1個目のカラカンかなんかの交差点があるんだけど、はい、そこを右に曲がってで井の頭線の線路がまた見えてくるんだけど、うん、そこに行く手前のとこ右に曲がれるのよ、うん、そこに右曲がってったとこに上る階段がある今古着屋があるんだけど、うん、そこが前ラーメン屋だったっていう、うん、はいやそうじゃないんだよそっちから聞いてきたんだろう検証してもらった番組じゃなくて、うん、普通に自分たちでタイムスリップかもねってなったわけでしょ、うん、ああそれはごめん その後に俺の話がタイムスリップしちゃったんどういうことちょ、は歯じゃないの歯じゃなくて。全員思ってんのそう、だから、うん、すぐに、あそこまで、あそこまで。えあの、テモミンのところだったねって確認したとこまでが、彼女とすぐ確認しに行ったところの。あ、その日には行かなかったんだ。ま、っていうかその日っていうか。行って。またすぐに、またそのお店を見に行ったら、もうなかった。そう、なかった。いうこと、あ、なかったのなかったの。でも320円払って、うん、ありがとうございますみたいなやり取りはしてるんですよ。してるでしょ？ああ、そういうことね。うん、あの、そっから気になって後日すぐ見に行った。だって、うん、それを言ってんだよ。言ってよ全員そう思ってるなんだよ、うん、それを言わないと、だといきなり検証番組行っちゃったから。うん、いや、それはうってなるよ。お見事だよ。いつも。お見事じゃない。全員そう思ってるし、うん、まずそれ。あの、その、なんとかの下とか、大関とかいらないから、マジで。聞いた時の方が上手だったね。足しちゃうんだよ。尺も引き算だよ。尺の時の方が良かった。無駄が多かった、今ちょっとやっぱり。だから、ね、じゃもう多分入り口でギャグ振ったから多分。変なエンジンかかっちゃった。あれで多分、あれでパクっちゃったでしょ。バラエティ用の脳みそになっちゃったから。そうだよ、うん。メリハリちゃんとしてんだから。そこでギャグ入れてきたら。嘘だから。嘘じゃないっつってんの。信じてくださいっていう番組だった、それも。そうやって言ってくるから。あ、けど本当に後日すぐ行ったら、うん、その雑居ビルの、うん、自分、ラーメン屋があったところのテナントはもうずっとガラーンとなってた。なかったね。そう。それはすごい。わかんない。でも、味とかも。もうね、本当にね、無味。無味。無味。味がほとんどね、その頃コロナあるか。じゃあ見ろ言ってんじゃねえかおいおい、過去行った話してんだよ。おい昼から。やめなさい。普段からそういうなんか霊感とかあんのそういう不思議な体験けど、地元で、うん、要は心霊スポットとかさ、うん、同級生が車の免許取ったら行ったりとかするじゃん。うん、で、なんかその、やれ、村沈めたダムとか、うん、そのようなとこ行った時にはちょっと経験はしたことがある。聞こえない声が聞こえたりとかはあるけど。なるほどね。またそれ今度呼んでもらったら。今日の結果を踏まえて。本当に彼女の話も聞きたいな。彼女の話元カノが。元カノが。そう、証言をね、聞きたいけど。ああ、俺の、うん、いやいや、ちょっと本当に、ファンキーな人だったから、その、レディースの総長だから。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。0120-10-10-10-10-10-10で無料確認。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さんお願いします。はい、
お伝えします。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは桶川北本インター付近に止まっていたご乗車は移動しましたが6キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。埼玉大宮線の下りは与野でトラックと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。中央環状線の外回りは富ヶ谷で大型トラックなど車3台の事故のため大井ジャンクションまで渋滞しています。都心環状線の内回りは三宅坂ジャンクションで緊急の工事のため江戸橋ジャンクションを過ぎて6号線の上りの駒形まで渋滞しています。日本道路交通情報センターの原がお伝えしました。原さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。3代目 JSOULBROTHERS 山下健二郎です。来年2月12日に開催する山フェス第1弾ゲストはザ・ランページ岩谷翔吾、バリスティックボーイズ、サイキックフィーバー、 DJ だるま。4年ぶりに横浜アリーナで開催します。詳しくはイベント公式ページへ。日本放送引き続き、流れ星中英浜川神田さんのお二人をお招きしておりますけども、はい、こんにちは。本当にでもなんかね、その視聴者からもまたそういう日ありますって来たってね、連絡。そう、そのさっき最後にその番組で検証したっていう番組を見た視聴者の方が、俺の SNS に、あ、下北沢確かにもやの日ありますねってコメントは何個か来てた。人が少ない日なの。そうそうそう。それってやっぱり磁場が歪むからですよね。やっぱその夢追い人がね、多いから、役者さん、役者さんとか演者さんとか。じゃ俺言ってたじゃん。一語一句やめてよ。ちょっと先に言うのやめてよ。あと中英じゃなくて大竹さんが言ってたんですよ。大竹さんも言う。自分のもんにしたけど。なんで大竹さんだよ。何？自分のもんにして。もうだって大竹さん言ってないもん、その後。もう言ってない。俺が言ったのだね。俺が伝えていかない。中英のものになったの。俺のものになった。わかんないけどな、本当に。はい。さあ、じゃあね、こちらの企画にお付き合いいただきましょう。今日のスポットナイツ。はい。ゲストのお二人が気になる話を聞いておりますけれども。さあ、何がいいですかね、今日はね。ハイアフィップスの話でもいいです。でも、いや、ちょ、それの告知と聞いてきてるんだけど。あ、そうですよね。はい。そうね。今回どういう。ファイアーヒップスになると、俺は本当に今年からだから、いろんなことしてるのはカンちゃんになるからね。はあ、まあ、東さんが立ち上げました。はい。ね。俺は予想で言うことはできるけど。予想で言ってこうか。予想で言う。でも、予想で言う。結構だから、何回もやってるんですよ。14回。14回目。コロナの頃にちょっと、なんかこう、やんなかったり、リモートでやったりとかね。稽古はもう、結構ね、まだ、今日で3日目やっと。今日で3日目。まだ固まってないし。はい。これ、まあ座長に対して言うことじゃないですけど、ゲネぐらいまでは、東さんもセリフ入ってないので。大体。え？あ、そうなんそうなんですね。だから。え、ゲネまで？ゲネ、ゲネ大丈夫？え？そう、もうゲネ通してる最中にプロンプターの子に、なんだっけって言ってるから。え？東さん結構ギリギリに覚えてる。ギリギリまで、ギリギリに仕上げ切る人だから。その、逆に厳しいことはないですか？全くない。劇団員が覚えてないとかね。ないで、なんかね、そのいろんなパターンあるじゃない、ほんと一字一句。まああればだけど、好きなように喋りやすいようにセリフ全然変えてぐらい。変えてって、ああ、優しいんだね。今さえ変わらなければ。稽古中にどんだけ悪ふざけしても、東さん、いいじゃん、いいじゃん。だから俺が悪ふざけしすぎてると、神田がちょっとへそ曲げ始める。あの、稽古が終わる時間が遅くなってる。東さん止めないんだからと。そうか。じゃあ、いい雰囲気でね。そうそう。すごい、ちょっと本当に、みんな甘やかしてもらってる。やってる。どうなの？その、俺も聞きたいんだけど、神田に。その、今までとメンバーが違うじゃない。今までとはまたちょっと雰囲気違う。チームがまた変わるからね。そうそうね。あの、今回は、ゲストさんが、その、女優さんから清水まりあさん。清水まりあさん。いやいや、俳優の、平松雷馬くんが。で、ゲスト芸人が2組っていうのも、2人か。中英と、白木っていうのは。でしょうが、この9人中4人がゲストってことはなかなか珍しいかもしれない。ここに本当は浜谷さんがいたり、山本まさみさんがいたりというなので、あとは女優の佳代子さんと。さすが、佳代子さんも。全然いつもとメンバー違う。そうだ、佳代子さんもいないじゃん。あと、お笑いのコーナーとかも、これあったりもする。大体そう、本編の中でネタをやる部分を東さんが本当に劇中にうまいこと作ってくれて。今回、だから漫才ができないんですよね。
あ、そっか。本当だ。ね、だ僕ピンネタと、はい、あ、白木のピンネタと、ちゅうちゃんもピンネタ。俺もピンネタ。みんなのピンネタで、多分披露すると。うち兄もだってピンネタだ。花さんも。みんなからうちの両親がこれ大好きなんですよ、早口。おお、素晴らしい。これで直樹のことを、うち兄のことを、なんかあんまり、なんかあれだったんだけど、あれで美空ひばりのモノマネした見たときに、直樹すごいなと思ったって、その時にやっとなの思ったんだ。あんな紅白まで出たのに、うん、あんまり認めてなかった。認めてなかったの。直樹の美空ひばり傑作だよって俺でしょ。そうなんだ。それはちょっと美空ひばりさんがすごいっていう。何個もポイントあったでしょ。ね、すごい紅白出てる人が。やっと認めてもらえたっていう。やっと認めてられたから。それ神田さんはね、うん、この前の大文化祭の時に、うん、この歌う、うんね、そうですよ。曲があるそうそう、ラジオショーのね、イベントにも、うん、結構ちゃんともうパッケージもできてるし、うん、ちょっとそれじゃないやつやっていいですか、東さんに言ったら、うん、いいよって。何でもいいよって言ってくれるから。そう、東さんは一応その、うん、なんだろう、例えばっていうので、うん、そういう歌とか神田っていうのも何とかくれてたの。そう、大文化祭でやるのに、偏見の歌でお願いします。そうそうそう。東さんがそれ言ってきたけど、ちょっともうちょっと違うのやつ。違うのやりたいです。ピンネタもいろいろあるんですね。そう。上もピンネタあるの？俺もピンネタっていうか、まあ、みんなも予想つかないことやりたいよね。その、中衛が選ぶ、中衛の大好きギャグベスト10。予想通りだよ。みんなの予想通りだよ。予想通りだよ。いや、けど、東さんに何やるって言われて。大好きギャグベスト10って。中衛が大好き。いや、面白い面白くない知らない。中衛が大好きギャグベスト10を、やるんだけど、うん、何やるって言われた時に、とりあえずそれどうですかって言ったら、うんうん、東さんに、うん、いいねとかじゃなくて、うん、正解って言われたんだ。どういうことなんだよ。正解ではあるんだ。答えあったならもう俺も決めといてくださいよ。なんで投げてきたんですか。クイズだったんだ。正解っつって。滝上が作ったギャグ。ああ。ベスト3。ベスト3。2日あるもんね。うん、いや、2日間4公演だから。うん、そのあ、じゃあそれのうちほぼ滝上でしょ、ほぼ違う、バーが。えなんかほぼ滝上でしょ、ベスト10の。最初は2、3割、2、3割だって本当全部作ってるとか言って、本当に火に油注ぐのうめえな、花君は。スフィンクス滝上でしょ、スフィンクスは滝上。そうです、本当に。他にではいいよ。なんじゃ、うん、サザエの中は滑り台。あれは中衛、すんごい面白い。俺の好きなやつ。あ、ありがとう。オリオン座は俺の中衛、すごい綺麗。俺の好きなやつ中衛だ。そう、ベスト10の中に、あの、中衛が作ったやつはもう、10個全部わかんないけどね、冷静に考えて3個ぐらいかもしれない。だって大事高いじゃん。すっげえ老若男女に受けるから。なるほど、うん、すごいんだよ。ギャグの才能あるんだね、うん、ある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 。俺どうしても偏っちゃうから。一回流れ星みたいな漫才をナイツの独演会でやりたいって言って、中衛に連絡したら竹上に聞いてくれちゃう。作れないから。そうなんだよね。中衛に聞いて、なんか竹上に教えてもらったんだ。スケボシみたいな漫才。そう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 、うん、頭にチップ入れられちゃって俺が、うん、それでなんかギャグを無理やりやらなきゃいけないっていうなんか漫才やったんです。それをじゃあ流れ星って言いながら、めちゃくちゃな設定だけどね、それもね。おもろ。あ、メールもね来てますけどね。異次元の豚バラさん、はい、中衛さんの質問です。はい。お米を研ぐだけの配信をよくやっているんですけど、どういうおつもりですかっていう。どういうおつもりですか。YouTube で？インスタライブで。お米研ぐ配信やってるんですか。やってる。あのお米を研ぐ配信というか、うん、もう奥の部屋で、うん、あの嫁さんと娘が寝ちゃってるから、うん、あんまり大きい声出せないの配信で、うん、そうなるとなんか次の日のお米の準備とかしたいじゃん、うん、仕込みとかしときたいから、うん、でお米を炊いてる時にそんなとこやってんの。でこうやってお米炊いてて、俺の中でシャカ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 ってお釈迦様になるギャグあるから、うんうんうん、それをちっちゃい声で米研ぎながらやってる。ねえ、本当に。ちっちゃい声なの。それを配信する意味ないでしょ。なんかあの自己顕示欲。みんな僕いるよまだっつって。僕夜中も米研いでるよってみんなに見てもらいたい。見てほしいな。すごいね。いいな。プリティおっさんからね、うん、メール来ました。うん、あ、何？中衛さんのおっしゃってたラーメンの話が、うんはい、昭和30年代は100円でラーメン食べて、タバコ一箱買えてたと、うん、あ、100円でもうラーメンも食べてタバコも一箱買えてたって父が言ってました。ほら、だから200円とかの値段はもう少し後の時代ではないから。だから200円は豪徳寺のラーメン屋の話だから、うんうん、俺は下北沢は100いくらって言ってたから、うん、違う違う、昭和30年代で、昭和30年代160円新聞のアリバイの。じゃあそこら辺の値段はね、あのその時の番組の後にも言われたけど、うん、あんまりちゃんと覚えてないんだよ。160円から130円くらいだったのよ値段が。
130円から160円ぐらい、うん、ぐらいだったの。だからそこに対してすごい疲れるけど、ね、そこはもうすいません、記憶にございません。記憶にございません。ちょっと高めのラーメン屋、当時からしたら、だったかもしれない。うん、わかんない。一回飲みに行った後の締めのラーメンだし、うんうん、そう、こっちももう泥酔状態入ってますし、ちょっと。その、わかりません、ね、酔っ払ってたからね。酔っ払ってたってなると、じゃあもうその話自体は。その話は本当なんだって。証人がいるじゃん、数々の。一緒に体験した。滝上もいるでしょ、元カノもいるでしょ、滝上証人。滝上はモヤ。路上コントでモヤの証人。あと、大竹もこさんも一緒にラーメン屋行ったと言っても過言ではないよ。なんでだよ。行ってないよ。それは過言か。モヤの証人はまた別なんだよ。モヤの証人は滝上。まあ、大竹さんもそうだし。まさかメールの方で敵側の意見が来ると思わない。いや、今日ね、こういう声もいっぱいあった、その。あ、その、100いくらだったのっていう。来る来る来る。やっぱりね。そこが全然値段を知りたいみたいなね。そう。けど俺もね、やっぱ覚えてないんだよな。覚えてないんだよね。その店主の顔は覚えてるんでしょ？うん、男性。顔。男。男性で。さっき青白い。青白い。もう正気がない感じで。その人の写真とかを。白い、うん、あの、帽子かぶってたコックさん。国防、うん、で、あの、白の割烹着みたいな中華料理屋の人が。はいはいはい、それがタイムスリップなのか、霊なのかっていうのもわかんないよね。だダブルじゃないの？ダブル、ね、ちょっと欲張りすぎたエピソードだ。ダブルですか？奥で寝てる女性、確か足から先が透けてるし、でも正規がないわけじゃん、対象は。ちょっと霊っぽいもん、ね。どっちかにまとめた。どこか持ったやつ、一個。言って、本当のこと。どこか持った持った？唯一の、後から持ったやつ。唯一の証拠のピンクの煮卵持った説だったり。いや、ピンクの煮卵は、ちょ、俺が言ってたらもう終わりだよ、本当。あの、ちょ、怒んないから、言って怒んないから。じゃ怒んないっていうか、別に俺、あんたらに怒られる筋合いないし。なんで俺今日、なんで怒られるの？けどわかんないけど、その値段のところはちょっと曖昧。けど100円台っていうのは覚えてる？印象強かったから。100円台。100円台で、で、あとはその、テレビの場所がちょっと曖昧かもしれない。うん、厨房の中にあったのか、カウンターのとこにあったのかは曖昧。ただちっちゃいブランカで砂嵐だったのも覚えてる。砂嵐をつけっぱなしにしてんのもおかしいもんね。だから、多分その世界では普通につけてる感じなんじゃない？けどやっぱりこっちの方の時代に来ちゃってるからチャンネルが合わずに砂嵐になってんじゃないって俺は思う。今の俺はね。こういう供述を繰り返しているそうですね。供述ってなんだよ。中江容疑者は。本当に彼女だったんですか？そこは本当に彼女だよ。でも銀座で虫やってる方ってあれば。彼女、なんもっと何でしょう？だから。もうレディースのせいで。それは余計な情報。レディースのショートだったの？176あって、あ、大きいね、ヒール履いてたから、うん、キスするとき俺が背伸びしてた。なんてね。あ、すごい。ラジオネーム、サチョスさん。よくわからないんですが、昭和30年頃って100円玉だったんですか？100円ってお札だったんじゃないですか？あ、いいね。こういう鋭い質問いいね。いや、それは、俺が払ったお金だから。うん、そのさ、お札で払ったとかじゃなくて、俺はその100円って言われたから。メニュー表に値段が書いてあっただけで。そう。俺の財布からお金を出しただけです。その、そういうお札とかそういうのはすみません。ちゃんとお金払ったんですか？払いました。そうしないと別の話になってきちゃいます。食い逃げの話。食い逃げお化けの。食い逃げホラーになっちゃいます。ちょっともう、そんな怖い話に食い逃げ。万引き G メンのお化け出てきちゃいます。ちょっとって食い逃げの話なんだなんて食い逃げの話になったらちょっと変わってるそっちの怖い方だそっちの怖い方がね昭和30年だから時効ですじゃないしね、うん、俺今日ファイヤーヒップスの告知しに来たんだいやファイヤーヒップスの告知があの薄かったんですいません必死にこっちで今広げてる広げてるのまだ稽古もまだ2回しかしてないので、ね、他の皆さんの どんな話かっていうのもまだ言えないわけですか、ね、これでもやっぱコンマンタルだから、まあ、コンゲームですよいわゆるこのね誰が味方で誰が敵なのか、うん、詐欺か何かみたいなね騙し合いみたいな騙し合いみたいな話すごくいいと思います本読む限りではすごくいいと思ってでも東さんってすごいですよ、ねうん、全部脚本を書いてすごいだからもともと金ちゃんの劇団じゃないですか、うんうん、だからなんかそういう教えみたいなって あるんですか金ちゃんが見に来たりとか、うん、高田先生来たりとかそういうのあ今日先生はいらっしゃるんで、ね、そう高田先生は美味しいパンを持って毎年稽古に差し入れで大将はいらっしゃらないですよね大将来ないなんかそういうなんかあんのかなと。じゃ俺意外とけど大将は浅い格なんで中衛は。そうね。そっか。そんで一番トップが今度55号さんなんだけど、大将とお会いしたの俺2回ぐらいしかなくて。あ、そうなんだ。そうなの。多分その東さんとかの住所佐藤企画さんの方に基本いるから大将は。で、
その会った時っていうのが先代の社長が亡くなられた時に、うん、みんなで葬式でタレント集まった時に大将もいらっしゃって、うんうんうん、でも本当にもうむっちゃいっぱいいる関根小坂井さんたちからもう若手たちまで何百人という中で大将が、あの帰り際にみんなでお見送り行った時にその300人ぐらいにいる芸人の中から、うん、あ君と君って天野さん、うん、キャインの天野さんと俺指さして、うんうん、君と君なんかダメっつって書いてる。えーうん、何それ。わかんない。天野さんと中江。ちょっと待って、花君怖い話みたいなリアクションやめて。いや怖いよ。なんか怖いよ。怖いよ。え？君と君なんかダメって何言ってもしかもあの人ってそういう感覚の人じゃん。うん。なんか急に。そういう感覚の人じゃん。何もないんでしょ面識。面識だ。君と君なんかダメって言われて、ってなって。なんでですかって言って聞いちゃった。で帰り食ったらラーメン屋がそこ。え？帰り食ったらやめやそこ。出したな。なんかこう、にね、どこまでが。いや、分かった、こういうとこだよ、なんかダメって言われる。本当だよ。そうだね。そうだね、じゃねえよ。ちゃんの前で話したのかね。我慢できなくなっちゃうんだよね。我慢できなくなっちゃう。面白いね。昔の話でもすごい。どれ？その今のダメダメって言われる。まあ、だから先代が亡くなられただから、そんなに前じゃないよ。あ、そう、だって天野さん知ってるでしょ。天野さん知ってるけど、君と君なんかダメ。俺と天野さんだっつって。なんだろうね、その二人ね。わかんない。本当に？天野さんの後ろに滝上がいたとかさ。だったらコンビじゃねえかよ。いや、とんでもねえぜ、それ。見抜いたのかな。滝上の奥さん。そっちで話進めないと。滝上の元奥さんがいたとかさ。いや、だったらなるだろ。それ、そういった対処すげえよ。組織いや知らねえよそこさあじゃあもうお別れのお時間ですので改めてファイヤーヒップス第14回公演、はい、コンマン79歳のクリスマスは12月16日17日に品川区江原のスクエア江原、はい、平塚ホールで上演、はい、平塚ホールっていうと本当平塚市と勘違いする人多いんでこれ改めてもう一回品川区江原にありますけど、はいはい、あの武蔵小山とか、はい、武蔵小山とかから行けますからなるほど本当だねはい、はいはいうん、じゃあねよろしくお願いします、うんということで、うん、この時間のゲストは、流れ星中英と浜川の神田さんでした、はい、どうもありがとうございましたありがとうございましたお邪魔しましたベリーベスト法律事務所よりお知らせです国は現在集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を行っています。昨年度のお客様への給付金は平均1000万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかし、これらが原因で家族が亡くなった場合、遺族などの相続人が給付の対象です。最後に、この給付金ですが、請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。あの、亡くなったお父さんの相談ってダメですよね。いえ、大丈夫ですよ。タイヤが安いキャッシュバックセールやってます。今月26日日曜日までタイヤがお得。詳しくはホームページで。イエローハット。ワウワウで独占放送配信。ビーズベスト選曲による5年ぶりの全国ツアーからファイナルを飾ったスタジアム公演を全曲ノーカットでお届け。11月25日土曜午後7時。ワウワウを見逃すな。森さんちの黒沢です。東さん火曜日バリーに中山秀幸さんが登場です。東さんと安さんのキューピッドって聞いたんですけど本当ですか？秀さんがいなかったら結婚まで至っていません。本当だったんだ。うちかるうちかる。お待ちしています。ビバリーは明日火曜11時半から。うちかる。さあラジオリビング前島かのアナウンサーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ今日の日本放送ラジオリビングはリクエスト殺到18金紀平ネックレスをご紹介します、うん、しかも金価格が上昇傾向にもかかわらず、うん、一般価格よりおよそ2割もお安い特別価格でのご紹介です、うんうん、で金価格なんですが今年8月に史上初の1万円の大台に乗りまして、うん、先月も史上最高値を続々と更新してます、うん、あの10月30日に最高値
1g 16,533円、うん、記録してますので、ね、1g 1g です。1万円の大台乗っちゃってますね。もう金に対する注目より一層と高まってるんですよ。で、世界情勢が不安定になると価格が上がる有事の金というふうにも言われてますけれども、世界経済の先行きへの懸念が高まっている今、安全資産とされる金がもう買われてるんですね、たくさん、うん、そうなんです。で、今ちょっとグラフあるんですけども、過去これ5年の金価格、日々変化あるもののすごい右肩上がってますよ ね、 ね、およそ2倍近くになってます。はい、もう今の状況が大きく変わらず、今後も世界情勢が悪化すれば金価格さらに上昇する可能性があるという専門家の話もあります。うんうん、今回金価格が今よりぐっとお安い時期に発注していたことで、一般価格に比べておよそ2割お買い得な特別価格が実現しています。安く手に入れられるうちにお求めになることをお勧めします。そうだ、はい。さあ、18金貴幣ネックレス、まず定番の 30g ですね。リビングの調査では、ある専門店で54万円以上で売られているところ、税込み39万9000円です。安いですよね。そして人気の 50g 87万円以上で売られているところ、税込み64万5000円。そして今土屋さんがお持ちの圧巻の 100g、 すごい太さがすごいですよ ね、 いいですね。持つと分かりますけども、あらあらあら、うわ、黒いから映えますね、お洋服が。いや、本当にキラキラ輝いてますけれども、171万円以上で売られているところ、税込み127万6000円です。127万円。そうなんですよ。いや、土屋さんが思ってますけど、そうなんですよ、存在感がね、でもすごいですよね。輝いてますけど、価値どんどん上がってますからね。で、合計35本ご用意してたんですが、すでに残り19本です。急そうなんですよ、急いで19本残り 100g。 そうなんですよ、もうなくなっちゃうね。お早めにお願いします。はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です。もうもちろん資産として買われている方もいらっしゃるんですが、金のネックレス、こう野球選手などもねつけているのをよく見るように、勝負の金とか強さの金とも言われて、品格をぐっと上げるね、そうなんですよね、身につける資産として大人気なんですよ。でデザインは定番人気の騎兵タイプ、しかもゴージャス感漂うトリプル12面カットなんですよ。もう初めてですね、合わせながら言った、身につける本当にあの品質の証となる造幣局検定マークもね入ってるんですけれども、この12面カットだからこそどの角度から見てもこうきらめく、すごいですよね、重厚感がすごいです。金ってどんな不況や危機の中でも価値がなくなったことありません。いざという時の換金性も高いんです。だからこそ安く買える時こそ狙い目です。その上、金ってすでに掘り尽くされつつありますので、今こう世の中にある金を世界中がこう買い求めてるわけですから、希少価値どんどん高まります。代々受け継いでいけるというのも大きな魅力、この機会にぜひどうぞ。18金貴幣ネックレス 30g が税込み39万9000円、人気の 50g は税込み64万5000円、圧巻の 100g は税込み127万6000円です。関東一都6県は送料込み、お届け返品についてはお問い合わせセンターへお願いします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 まで、ぜひどうぞ。はい、以上日本放送ラジオリビングでした。前島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は、ご遺族の方が対象です。
なので、ご家族の確認はとても大事です。では、まずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おいしいコーナー、おいしいよな、シェイキひとふり最高な、うま辛コーナー、乳酸菌いるニュータイプな、キッチンキャンプみんな飲み方、個性おいしいコーナー、キムチパウダー、シェイキひとふり最高な、うま辛コーナー、チェイキロー。個性伊集院光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている番組伊集院光の種、メッセージテーマは日替わりです。皆さんからのお便りを次々と紹介していくことで話の花を咲かせていきたいと思っております。伊集院光の種は明日夕方5時30分から。火曜日のラジオショー、我が家の3人が来てくれます。我が家さんのことは芸人みんな心配してますよね。我が家が今後どうしていくのか、我が家が第2回のザ・セカンドに出場するのか、杉山くんの X のフォロワーが異常に少ない件についてどう思ってるのか、徹底討論です。フォロワーのことはほっといてあげてください。ナイツザラジオショー、明日お昼1時から。その昔、神奈川県の大部分は相模の国と呼ばれていました。圏央道寒川北インターからおよそ3分、相模の国の一宮、八方除けの寒川神社です。ご郵送でのご祈祷も承っております。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。誰かに事業を引き継ぎたいとお考えの経営者の皆さん、11月28日火曜日、日本放送でオーナー経営者のための事業承継セミナー、大切な会社を未来につなぐというセミナーを開催します。参加は無料、詳しくは日本放送生活の窓口セミナーで検索。時刻は2時50分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク遠藤さん、お願いします。はい、お伝えします。大麻に似た合成薬物の HHCH ヘキサヒドロカンナビヘキソールを含む可能性があるグミを食べた人が体調を崩し、相次いで搬送された問題で、東京都内の販売店舗で見つかった製品から HHCH が検出されました。これは武見厚生労働大臣が今日の記者会見で明らかにしたものです。明日指定薬物部会を開き、今週中にも指定薬物に指定し流通を規制する方針です。武見大臣です。今後薬物が確認されれば、21日には指定薬物部会を開催をして、早ければ今週中には指定薬物として指定を行い、所持使用流通を禁止するということを検討しております。大麻群と称するものについては、これはもう危険ですので、摂取しないよう国民の皆様方にも注意を喚起したいと思います。厚生労働省によりますと、指定薬物に指定されると医薬品医療機器法に基づき、指定日から10日以内に所持や使用流通が禁止されます。次に、全国の都道府県と市町村が昨年度2022年度に受け付けた移住に関する相談は37万件を超え、総務省が調査を開始した2015年度以降最多を更新しました。新型コロナウイルス対策の緩和に伴う対面相談の再開やテレワークの普及を背景とした関心の高さが要因と分析しています。総務省によりますと、自治体が東京や大阪などに設置した窓口やイベントでの相談件数を集計したところ、昨年度は2021年度よりおよそ4万6000件増えて37万332件でした。41都道府県で増加し、2021年度からの増加率で見ると、市町村を含む都道府県別では大阪が 80% で最も多くなりました。おしまいに、 AI 人工知能とクリエイターが共同制作した漫画家手塚治虫さんの代表作ブラックジャックの新作が完成しました。あさって発売の漫画雑誌週刊少年チャンピオンに掲載されます。無免許の天才外科医が活躍する漫画ブラックジャックの新作は、AI を活用した完全な機械の心臓を移植された女性患者をめぐり、どこまでが人間なのかという問いに立ち向かう物語です。手塚さんの作品を学習した AI が作成したシナリオやキャラクターをもとに、クリエイターらが漫画を制作しました。
今日開かれた完成披露記者会見にはプロジェクトの総合ディレクターを務めた手塚さんの長男誠さんが出席し、生き物の命の尊厳という手塚作品の核となるテーマが AI が作り出したストーリーの時点で入っていた、まさに手塚治虫らしい漫画が生み出されて嬉しいと話しました。この時間のニュースは以上です。遠藤さんでした。ありがとうございました。増山さやかです。来年2024年の日本放送アナウンサーカレンダー好評発売中です。発売開始から16シーズン目のカレンダー、今回も私たちのいろいろな表情を集めました。お申し込みは 0570-071242 日本放送カレンダー係まで。尻に火がついていますテーマ、はい、ランニング大好き中野区の、男性の方です。皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています、うん、実家の母から小箱いっぱいにみかんをもらいました。毎日少しずつ食べていましたが、下の方のみかんにカビが生えてしまいました、うん、慌てて風通しのいい場所に避難させたのです、はい、傷む前に食べきらないくてはと尻に火がついています、うん、そっか、あれ結構難しいんだよな、なんかその俺もなんかテレビで見て、ね、あの買い物カゴみたいな通気性のあるカゴに入れて、でしかもこの1列みかんを敷いたらその次に丸めた新聞紙を入れて、はい、ちょっとこうみかんとみかんがくっつかないようにしてやるみたいなのを教わって、それを丁寧にやってるのに下からカビ生えたりする。家のもう湿気の量もあるのかな、通気性のいい場所とかもあるのかもしれない。あれすごい難しいんだよ、ね、まだ完全に確立されてない、いい保存の仕方みかん。外はダメなんですかね。外に置いといたら鳥が来ちゃったりとかもあるかもしれないね。みかんね、うん、好きですか。みかんみかん好きですけど、やっぱり食べきれなかったりしますよね。もうジャニーが今日来ますけど、はい、めちゃくちゃ食ってましたね子供の頃。あ、みかんどれくらい。もうなんか黄色くなってた本当に指とか。あ、指がね、うん、なんか怖かったもん、なんか大丈夫なの。でも なかったですよ、みかんしかなんか、うん、刺激物あんまり刺激物昭和の頃ってなかったで、大麻グミみたいに言うかなかった。いやいや、そんな刺激物として置いてあった。刺激物ではないけど、なんかね、酸っぱみたいな、甘みたいな、なんかやっぱこたつでみかんみたいなのが、昔はテレビ見ながら、そうです、だって昔の写真見るとほぼこたつでみかんですもん、みかんだよね、ほぼ。本当だよね。そう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 、止まんないもんね、だってね、止まんないし、うん、永遠に食べれちゃうもんね。そうなんだよ、なかった気がする。やっぱこたつっていいよね。こたつっていいですね。こたつっていいけどね、俺はこたつ好きだからさ、うん、こたつバーみたいなあったらいいのにな。こたつバー、うん、なるほど、ね、こたつ冬しか冬だけでいいだろうね。冬だけでいいです。夏場のこたつバーは、うん、そうだね、しんどいだろうね。しんどいよ。だからまあ布団なしですけど、掘りこたつですから。ただの掘りこたつの、ただの居酒屋で、はい、ただの居酒屋です。掘りこたつの居酒屋にさ、うん、冬だけあのこたつになっても良さそうなもんだけどね。そういうのないよ。ああ、確かにそうですね。掘りこたつの居酒屋もさ、冬はないね。あれとか、ね、あったかいのつけたりとか、そういうのあんまない、ね、危ないのかね。危ないんで、お金かんだろうな、また掘りこたつ ね、掘りこたついいよね。いいですね。でもたまにこう物落ちて拾ったりすると汚いですよね。そうなんだよね。もういろんな物落ちて、掃除してないお店あるから、そう、落ちてそれはちょっとあるびっくりするぐらいね。そこにその自分がもう靴脱いだ状態で、うん、私入れてるんだってなるし、ね、こともあるかもしれない。そうそうそう、あんま見ないようにして。自分が焼肉屋で落としたカルビとかさ、どうせここの店の人後で拾わないだろうなと思って自分で拾うときある。折りこたつだとそれが ね、 ね、あるよね。こたつのない家っていうドラマ面白いですよね、小池栄子さんの。そうなんですか。へ、あれめちゃくちゃ面白いですね。毎週見てますけどね、水曜日。こたつのない、こたつのない、ね、まあ、ホームなんかコメディというか、なんか小林薫さんがこう、と吉岡秀隆さんとあの小池栄子さんが夫婦で、はい、うん、漫画家でちょっとどうしようもない旦那のところに小林薫さんが急にまた住んじゃって、うん、小池栄子さんだけがもう本当に一人で頑張ってるのに、はい、もう男性がみんなだらしなくて、あ、それを全部こうなんかやっていくみたいな話なんだけど、
非常に面白いです。こたつがないってのはどういうとこ？こたつがない家って何なんだ？タイトル別に関係ないけど。あ、関係ない。うんうんうん、普通の家の話ですけどね。はい、なるほど。見てみましょう。ね、はい、うん。ということで、まだまだメールお待ちしております。さあ、この後は3時のゲスト、花輪兄が登場です。アマゾンフレックスで働いてみて、実際どうですか？不在だと配ってなんぼなんですよ。持ち戻ってきてもお金にならないんで、不在だったらダメだし、在で配達が結構大変なんで、安定したり楽なのはアマゾンフレックスですね。まあ、自分でやっぱ出勤日時を決めれる、はいはい、はい、急な予定が入っちゃっても24時間以内ならキャンセルしても大丈夫ですよってなってるんで。ドライバーさん続々増えてます。アマゾンフレックスは安定した報酬で応援します。委託ドライバー募集中。詳しくはアマゾンフレックスで検索。11月23日木曜日祝日から26日日曜日まで、東京都のお台場青海地区特設会場で発見福島お魚祭りを開催します。常磐ものと呼ばれる福島県産の魚介を使った海鮮丼、握り寿司、パエリア、中華そばなどおよそ20種類のさまざまなメニューを販売。さらに食べて応援日本の幸エリアでは、北海道三陸地域のホタテやアワビを使った料理が楽しめます。入場料は無料。詳しくは魚ジャパンフェスで検索。みんなでお台場に出かけましょう。日本放送をお聞きのあなた、国からの補助金を使ってあなたのお店や会社のサービス商品を日本放送のコマーシャルで PR しませんか？詳しくは日本放送ホームページ1242.com 補助金でラジオ CM バナーへアクセス。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時になりました。ナイツザ・ラジオショーをお送りしております。さあ、ここで平野ノラさんからのお天気を伝えてもらいましょう。はい、現在千代田区有楽町日本放送の屋上温度計は 15.4 度を指しています、うん、関東地方は青空が広がっています。午後2時までの最高気温は東京都心で18度と昨日よりやや低い気温です。この後も各地で晴れますが、北寄りの風やや強く吹くでしょう。夜はぐっと冷えてきそうです、はい、明日も晴れ、洗濯日和でしょう。風が弱く日差しの下では過ごしやすい陽気になりそうです、うん、はい、ということでお待たせしました、うん、減量チャレンジ体重発表の時間です、はい、前回は58キロでしたね。ねえ、頑張って減らしてきてるんで、そうですよね、さあ今日の28キロから、はい、今日の体重発表です、はい、本日の体重は 57.8 キロ。めちゃくちゃ順調。まあ、でもちょっとちょっと減速したかな。マイナス 0.2 キロ。 0.2 キロですね、うん、58の壁みたいな。そうです。そっからちょっと難しくなります。あ、はい、それ言ってたね。はい、それでも1週間でここまで来たのはもう褒めてあげてます。結構頑張ったんだ、はい、これ、うん、はい、感動した、はい、感動した自分で、はい、先に自分で言ったもう、うん、もう、ね、優勝の時のやつ褒めて褒めて感動した、はい、すごいね。頑張りますよ、はい、楽しくなってきたでしょ、やっぱりここまで痩せてくると。そうですね、うん、はい、割となんかいい感じだな。3キロぐらいだもんね。そうですね、うん、頑張りたいです。頑張ってすごいよね。頑張ってね。頑張ります感動した。感動したそれあんま自分で言わないんだけどね、はい、先に、はい、さあということで、うん、まだまだメールを待ちてます、はい、この後は CM の後ですね。はい、いよいよ2組目のゲスト、花輪兄の登場です。ズーム辛坊治郎さん冬休みウィークのズームそこまで言うか。月曜日のピンチヒッターは芸能界きっての番組リスナーでもある増田岡田の増田秀彦さん。ゲストはなんと、あ、時間がないです。ズームは今日午後3時半から。さあ、スタジオには花輪さんにお越しいただきました。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。みかん好きだったよね。みかん好き大好き。いきなりその話。みかん好きだった。子供の頃なんですよ。甘大好きでめちゃくちゃ食ってたっていう。すげえ食ってた。みかん好きで、はい、
みかんを、うん、食べすぎて、うん、ダメだって、うちの親父にテルミさんに言われて。俺覚えてる。覚えてる。覚えてる。で、号泣したんですよ、俺。うん、みかん禁止されて。みかんダメだって。そしたら、うちの親父が、はい、あ、ごめんごめん、直樹ごめんねって言って、そんな泣くと思わなかったよって言われて、いいよって言ってくれたのを今でも覚えてるね。あのやりとり何だったんだろうって言うから、子供の頃。なんで設計に思い出したんですよ。いや、なんかすごいみかん食べて、うん、なんか、食べすぎて怒られたのかな、うん、なんか、ちょっと覚えてたから。そうそうそう。心配になるぐらい食べてたんですね、両方。ね。そうそう。ね。なんか、ご長男が、ご結婚されて、ね。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。結婚し、元気くん。元気くんのね、うん、お相手がまた、そうです。朝日道場。朝日道場という名門道場の娘さんで、はいはい、そのまみちゃんっていうんですけど、うん、そのまみちゃんも柔道の、世界チャンピオン。ジュニアの時の世界チャンピオン。すごいですね。すごいですよ。だから本当に、うん、めちゃくちゃしっかりしてます。まだ21歳とかな。めちゃくちゃやっぱしっかりしてて、元気をこう引っ張ってね、くれてる感じで、ありがたいですよね。下関で。そうですよ。ナイツのね、大ファンで。あ、そうなんだ。だから、そう、ライブとかも行きたいっつって。あ、なんとか。あ、ちゃん？そうですよ。あ、ライブとかであったらいいね、じゃあ今度ね。福岡とかもありますね。福岡とかね。ねえ。いや、そうそう。お父さんもだからお会いしたことあります。お父さんも大好きなんだ、ナイツ。朝日道場の朝日先生。そうそう。めちゃくちゃいい人なんですよ。ね、めちゃくちゃいい人で、本当よかった。ねえ、よかったね。よかったよ、ほんとに。その元気がさ、はい、なんかその、うん、初めて、さっき LINE 来たんで、あれですけどね、柔道の、やっぱ柔道に貢献したいって言うんですよ。で、今大学、下関のね、東亜大学ってところの先生やって、その大学の柔道部の宣伝もしたくて、YouTube やりたいんだけど、どうしようか、どうかなって言われて、すごい今悩んでます。なんて返信しようかと思って。いや、もうそんなのだってダメだって言えないでしょ。言えない。俺もやってるからね。すごい。個人の YouTube をもう。まあ、大学の宣伝も兼ねてみたいな。そうそうそう。まあ、まみちゃんが編集できるんだって。もう今 SNS なんか絶対みんなやってるからね。だからもうちょっとさ、そうです。そういう、そんなこと言われると思ってないから。衝撃的な今日は LINE でしたけどね。でも次男の龍之介くんなんか結構昔から、携帯で編集とか。そうそうそう。龍とかやってた。やってたけど。やってたよね。ゆうちゃんは今 YouTube とかやってないけど。やってないけど。ゆうは面白いね。面白いよね。ちょっと一回ね、すごいんですよ。今、いくつですか？今ですね。真ん中の。19歳で。19歳で、高校入り直したんですよ。芸術系の学校に。こっち、横浜にこっち来た。そしたらですね、今油絵にハマってると油絵の、すごい描いてるのね。だから、つっち一回ね、見てほしいんですよ。うちの息子の絵が。油絵。油絵。結構すごい。すごいね。めちゃくちゃうまいですね。あ、そうなんだ。今、どっか、美大行きたいっつって今。音楽のね、やってるイメージはずっとある。ギターもめっちゃうまいでしょ？ギターもうまいですね。ギターもベースもうまいから。そうなんだ。俺、隣の部屋なのよ、家で。たまに夜中とかさ、弾き始めるわけよ、音楽。ね。龍之介が。そうすると、うま、すっげえうまいのよ。そうすると、俺寝てたんだけどさ、俺も焦ってきちゃって、俺も練習しないかなって。恥ずかしいから、俺ヘッドホンね。もうずっと前から、お父さんの方がベースはやってるけど。そうなんだけど、すごいチョッパーとかすごい。焦るぐらいうまいんだ。俺より多分うまいかもしれない。ええ？やばいと思って、もう、それ音鳴らすと恥ずかしいから、俺ヘッドホンつけてこうやって、俺はヘッドホンつけて、バレないように練習したりとか。龍之介くんはもう気にせずね。そうです。結構いろんな音楽の人じゃ、直樹のベースすげえうまいらしいね。そう、ジャンク偏りますよね。だからそういうパンクとか、ピック弾きではね、ベース一本でやってるから、この、あれがリズムがいいんでしょうね。だからね。ベース一本でこう、キープしなきゃいけないからっていう。もうだって30年ぐらい。そうだね。気づけば。やっててね。で、勝利くんもまた、柔道が最近。そうそう、勝利も。強くなった。強くなってる。今、中学生ですもんね。はい。中学1年生で。中1。優勝をまたしてね。まあ、その大会がいろいろあるけど、まだ優勝もして。頑張ってるね。ねすごいんですよ。最近のともこさんのなんか、天然エピソードあります？奥さん？めちゃくちゃありますね。ありますか。だから少し前に健康診断行きまして。はい。で、注射っていうか、あれするじゃないですか。ね。献血。採血で。そう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 。それで、看護師さんが、アルコール大丈夫ですかって言われて、あ、結構飲める方です。結構、すげえ飲む。で、いや、そのアルコールじゃないんだよ。ね、誘ったわけじゃない。しかもすげえ飲むし。すっごい飲むし。
正直に答えたんですね。多分そこあと そこ言われると思って言ってるから。病院行ったらまずそこ言われると思って、言われるからもうバレたって思った。もうバレた。なんで注射の直前に聞かれると思ったんですあの犬も元気ですか、ももちゃん。大ももちゃん元気ですね。ももちゃんすごい犬飼ってんの。可愛いんですよ。すごいチレンジブロック。ブーンってくるの。すごいよね。ノブのね、娘ちゃんですけど、ビビっちゃって。結構、フレーブルも結構大きいんですよね。ね。そう、なんか初めてなんか、ワンちゃんあんまり触れ合ったことないんだけど、あまりにもまたいでくるから、ビビっちゃって、トラウマになっちゃって。すごい懐くんだ。そう。もう遊んでほしいんだ。そう、遊んでほしい。可愛いよね。いびきはブー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 言うから。ももちゃん。そうなんですよ。それがね、可愛い。可愛いです。あ、やべえ、そうそうそう。何？いやいや、ちょっと今、うん、お迎え行かなきゃいけなかったけど、犬の、そうだ、俺、やべえ。え？今日？いや、本当に、今思い出した、マジで。今、今、大丈夫ですか？え？やばいかもしれないです。いや、犬のお迎え？今、ホテルっていうか、昨日、爪とお風呂とか、あの、爪切りとかで、一泊してたんですよ。昨日、ホテルに預けたんだ。そう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 、ペットホテルに。ペットホテルに。そう、今日俺、朝お迎え行くっていうことで言ってたんだけど、忘れてた。うん。多分俺しか知らないから、まだいますね、やば。後でお迎え行かない。やばい、どうしよう。本当に今、本当に今思い出した感じでしょ。よかった、ももちゃん。いや、本当に。てか、忘れちゃダメだよ。いや、忘れちゃダメだよ。やばい、やばい、マジやばい、どうしよう。そうでしょ、だって、今すぐ読み知らないんだったら。そうですね。ね、代わりに誰も行ってない。本当だよ。ずっと待ってますね、ももちゃん。そうですね。チェックアウトできない。この前、あの、僕が、あの、実家に、ちょっと帰って、あの、ちょっと夕食をね、ちょっと久々に実家の夕食食べるっていうの YouTube で回してね、あの、角煮とかね、僕が好きだったやつをうちの母親に作ってもらって食べたのね。そしたらなんか、また結構 YouTube そういうの伸びるんですよ。伸びるんですよ。50万回ぐらいなんか再生になってて。で、昨日、うちの母親に電話して、ありがとう、この前なんかすごいあれ数字伸びてさ、みたいな。あ、なんか早速直樹が駆けつけて、また来ます、うちに。夕食食べに来ますとかって。で、同じメニューだとあれだから、確認は残して、あと違うメニュー考えます。ちゃんともうお母さんも計算してんだよね。すごい。すごいよね。確認が50万いったから。確認は残した方がいいよね、みたいな。そうなんですよ。もうありがたいですよ。でさ、今度、朝ごはんも、ちょっと俺今度実家で。いいね。食べるんだけどさ、朝ごはん何食べてたか覚えてる子供の。朝ごはんどうだったっけね。あんま覚えてないんですよ。昨日親と話してて、子供の頃朝ごはん何食べてたっけみたいになって、なんか納豆とか。まあでもそんなレベルだよね、多分。だよね。なんか納豆にネギをすごい入れてたでしょ。ああ、確かに。切ったネギ。ネギ多かったね。そうでしょ。それはだから、あ、それは、はい、花巻オリジナルなのです。それは、それはやります。うちの母ちゃんね、好きなんだよね、多分ね。そう、頼られたりするのが。周りからも言われるでしょうね。そうそう。見たよ。そうだね。それもあるかもしれない。楽しいと思いますよ。何が食べたいんですか？カレーとか。あ、カレーもね。てるみさんのカレーも美味しいよ。食べた？てるみさんのカレー。うちの親父が作ったカレー。お父さんも。うちのお父さんが、結局二人で住んでるじゃないですか、今。あの、お父さんとお母さんで。そうすると、母ちゃんがあんまり料理作んないんですって、やっぱり、その、別にね。だから、俺ら来ると、作ってくれるから、すごく喜ぶらしいですよ、うちのお父さんは。こういう時しか作ってくんないんだよ、手抜き料理みたいになってる。そうそうそう。作りがいがありますしね。そうそうそう。って言ってて。二人が子供の頃は、てるみさんは料理とかやってなかった？いや、全然やってないよね。やってないよ。最近、だからもう、趣味をいろいろ増やして、料理も。料理やってる料理やってるんですよ。料理学校行ってるって言ってこない。そうでしょ、そうだよ。本当にいいじゃないですか。なんでって言ったら、いや、もしもさ、あの、ほら、この人が死んじゃったら一人で作んなきゃいけないから、とかって、すごい寂しい話になってそんな、そんな、現実的な。よく言いますよね。いや、もうやだ。ちょっとブラックジョーク言いますよね、老夫婦。なんとも言えない年になってきてるから。いや、そうなんですよ。リアリティが。言わなそうなんだけどね、テレビさん。そうなのよ。そんなもん言う。だから、逆、マジだと思うんですよ。やっぱり結構面白いこと言うの好きなんじゃないの？意外に。俺たちが知らない。いや、そうだよ。だけでね。そうだよ。あれ、一回、あそこ、うちの親父の会社に営業行ったことある？ないないない。あら、マジ？え？なんか、うちのお父さんが働いた会社。あ、俺行ったことない。ほんと。俺一回呼んでもらったんですよ。それで昔のうちのお父さんと同僚の人とかが、もうだいぶもう年齢、高齢になってて、わざわざ来てくれたりとかして。したら、やっぱり花さんの息子さんですね。って。いや、もう本当面白かったから、とかって言うから。そつけ。マジだよ。じゃ、てるみさんも、会社では面白い面白いことやってたんじゃない？人とも喋んないの、家で。そうだよ。真面目で。どんなことやってたんですかって言ったら、いや、ちょっとなんか、ツッコミみたいな。
そんなことしてないよみたいな。俺もちょっといじられたりとかもしてたんじゃない。さすがに内容まで。いじられたとかやってたってことか。いじられてたんじゃない。そうそう、いじられてたんだと思う。真面目だからいじられて。ってことで面白い、おもろいみたいな感じで言われたんだ。やっぱりてるみさんの息子だなって。そう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 。びっくりしちゃって。逆だと思ったんで。そう、まあまあ、母親はね、うん、演劇部だし、ね、そうそうそう。もう前に出てくの好きだったから。意外とね、てるみさんの血があると思う、ノブは。あの、あ、俺はね。ノブは絶対そうです。タイプが似てる。タイプ似てる。真面目だし、あの、記憶力でもすごいいいし、もうそういう貴重面で、細かいんですよ、うちお父さんも。そうじゃないですか、ノブは。そうですね。あの、この間も行った時に、千代田線の最初から最後までをずっと言うっていうさ、千代田線の駅をずっと言う、覚えてんだよ。うちのお父さんが。アビコから通ってたからね、アビコから。それをやっぱ言いたいんだろうね。やってよ、とか言ったら。んいいよ。なんとか駅、なんとか、なんとか駅、アビコ、なんとか、ずーっとやるのよ。途中止まっちゃって、あれ、あれ、ちょっと待って、言わないで。ちょっと待ってって、結構それ長くてさ。言えないのが悔しい。悔しい。絶対調べない。全部言えて、あーみたいな感じでやったりとか。細かい、本当に。父親はね。ね。うん。母親の方は意外に。俺は母親に似ちゃったかなっていう。まあ、似たかなって感じします。どっかでも適当なとこもある。いい夫婦ですよね。そうそうお店も相変わらずやってるお店は、そうそう、お店やってるんですよ。やってるんでしょ？あんまり言ってないけど、そうそう、一応ね。まだね。あ、まあまあ、そうそう、やってます。直樹はね。やってます、僕。あ、俺のでしょ。俺の店やってます。稽古場っていうお店を。やって佐賀県のこの PR するために始めた、はい、あのお酒、佐賀のお酒とか佐賀の食事ができるお店があって、うん、そこにまで来てないんだよね、うちの母ちゃんが。あ、言ってたよ、行きたい行きたいって。すごい行きたがってる。すごい行きたがってる。土屋さんのお母さんと、あの、土屋くんのお母さんと行きたいのよ。カラオケがあるコンビですからね。うちの母と、花は母と。漫才やったよね、二人でね、東洋館出たことあるんですよ。そうだ、そうだ。歌ってるんですよね。そうそう。ちょっと言っときます。歌手だから。そうですね。稽古場行くように。土屋さんって歌うまいからね。CM の後も花は兄にお付き合いいただきます。ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけどすぐにはわからないでしょと思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸った可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですか？はい、実は建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか？まず建設現場と聞いて皆さん大工さんだけをイメージするようですが、実は内装、電気工、吹付工、左官、配管工、また現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性があります。そんなにですか？はい。また工場も同様で、皆さんアスベストそのものやその建材を作っていた工場をイメージするようですが、自動車、機械、電化製品、各種部品、さらに医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の製造なども対象となる可能性があります。なるほど。すでに対象者が亡くなっている場合は？ご遺族の方が対象です。なのでご家族の確認はとても大事です。ではまずはどうすれば？まずはあなたやご家族がいくらもらえるのか無料でご確認を。
お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。はい、ゲストに引き続き花輪兄をお願いしておりますけども、ね、はい、こちらねかかってきました、飛んで埼玉の、そうです、飛んで埼玉が、公開されます、うん、もうすぐ、11月23日から公開されます、はい、この主題歌をまたやらせていただくんですよね。前 回、ね、はい、前回も、ね、やってみました、ね、前回に続いてやりまして、でこれがまた新曲で、これがねいい曲なんですよ、先ほどこれ埼玉、はい、これが今いろんなところでかけていただいて、結構埼玉の、うんうん、喧嘩にしようぐらいのことを言ってる、いやいや、すごいじゃないですか、今回埼玉をこうディスらず前回の、ね、埼玉の歌は完全に言ってましたから、オリジナルやつはもう本当ひどすぎて、そう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 、変えたやつが公式にはならなかったけど、ちょっと変えたってやつ、それがだから今回はそうですね、埼玉へあふれる埼玉参加、このサビがいいよね、飛んで飛んで飛んで、いや違う違う違う、サイド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 、飛んで飛んでじゃないです、たまにたまに間違える人ですけど、埼玉参加ですね、はい、これもね YouTube も上がってますね、はい、上がってます、あとやっぱりファイアヒップス、ファイアヒップス、ファイアヒップスがまた、今年も僕も参加させていただきまして、11月16、17でやりますね、詐欺師の役でやりますね、詐欺師役なんですよ、詐欺師役でこれ東さんとの、まあ、ちょっと手下というか、そうですね、右腕のような感じで、もうこれから稽古だったからね、そう、ここからどうなっていくかっていう感じです、ね、今日もこの後神田さんと一緒に、そうです、行きます、なるほど、はい、花輪にはエンディングにもお付き合いいただきます、はい、ありがとうございます、はい、この後は日本チャレンジドアスリートです。日本チャレンジドアスリート、この時間はアース製薬がお送りします。ありがとうより、あ、財布にお金がない、という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り、ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、ATM ならローソンへ。500円のワインと500万円のプレミアムワイン。わかりません。入門用バイオリンと世界に3台しかないプレミアムなバイオリン。わかりません。駆け出しの自称ダンサーとグローバルで活躍するプレミアムなダンサー。わかりません。近所のスーパーのパック入り豚肉とプレミアムな国産黒毛和牛。わかりません。どれもあんまり違いがわからないんですよね。普通のモンダミンとモンダミンプレミアムケア、オールインワンでお口の中を丸ごとケア、効果の違い、いつかわかります。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。ここで電車に関する情報です。JR 東日本のホームページによりますと、湘南新宿ラインは宇都宮線内での踏切事故の影響で全線で現在運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、運転再開の見込みは立っていません。ご利用の方はご注意ください。さあ、1時からお送りしてきましたナイツラジオショー、そろそろ別れのお時間となりました。はい、明日火曜日は我が家がゲスト、あさって水曜はビバンでブレイクした富坂へドラムさんが登場、ね、うん、木曜はホリデースペシャルのためお休みですが、うん、ビバリーがあるので、日本放送には来ます。はい、そして金曜中川家ザラジオショーには品川庄司さんが登場、土曜日のサンドイッチマンザラジオショーサタデーには竹内東子さんがゲスト、そして来週月曜は2時台に元アジアンのババゾのあずささん、うん、3時台にファイアーヒップスにも出演するアーシラキと、うんうん、来週もダブルゲストとなっております。はい、エンディングまでお付き合いいただいてます、うん、ありがとう、はい、ね、ありがとうございます。皆さん、ファイアーヒップスが、そうですね、またね、12月16日17日ということで、お芝居プラスまたなんか、そうですね、うん、バラエティーショーでバラエティーショーネタとかやる、やらないですかね、うんうん、モノマネとか、うん、はい、うん、ね、
また、うんうんはい、デビュー曲佐賀県をそうです、実はそうなんです、また CD デビューが20周年そうなんですよ、20周年ということもあってライブをですね、はい、佐賀と東京でやることになりまして、あ、そうなんですね、来年の、ね、1月21日が佐賀市文化会館で、はい、やるんですよ、うん、そう、それで、1月26日に、うん、ゼップ新宿が決まりまして、すげえじゃん、そうなんです、ゼップ新宿でもやりますんで、ぜひ皆様、各プレイガイド先行発売中でございますんで、ぜひともよろしくお願いします、ね、佐賀出身の人みんな集まるって感じですよね、いやこれ本当だね、もう今埼玉県に寄りすぎちゃってるんでやばいなっていうのもあったですね、思いは佐賀にあるんですよ、これ以上増やさないでよ、八王子は大丈夫ですか、八王子は先週八王子のやつやったっていう、ヒロミさんがあってあいつ毎回八王子のライブ来るんだよって言ってあ、そういえば言ってたよ、ナイツも入ったからっって八王子か、そうだよ、うん、言ってたよ、お前弟もこの間言ってた、はいはいはい、ね、言ったからなっつって、うん、言ったら八王子か行かなきゃ来なきゃダメだよ絶対、八王子か絶対って、ね、ちょっと絶対って、これ絶対ですよ、これ絶対です、これ絶対そうですね、お兄さん言ってんだよ、そうだよね、そうですよ、本当だよね、これ本当そうです、ね、すごいですよ、本当にこれは佐賀もあって埼玉もあってですから、そうです、埼玉もあってね、阿鼻子もあって、阿鼻子もあって横浜に住んでて横浜に住んでて、元気くんは下関にいます、そうです、下関もね、あ、下関ですね、下関ですね、下関か統一までということで、ここまでのお相手はナイツの土屋信之と花輪信之と平野ノレと、はい、花輪でした、ありがとうございました、ありがとうございました。
ai có hẹn gì đâu sao vẫn đợi. Cơn mưa chiều làm vơi vợi nhớ thương, giọt mưa rơi hay giọt lệ tủi hờn như ngàn sợi tơ vương đan tóc rối. Mưa giăng mắt cho lòng ai lạc lối, ảo ảnh vô theo sương khói dần tan. Tình trái ngang duy kiếp làm bẽ bàng, mong mỏi đợi trong dọn dàng nuối tiếc. Đường sương gió bước độc hành mải miết, đời phù du đâu ai biết ngày sau. Tìm dư hương trong mưa gió nghẹn ngào, sống nhân thế muôn ngày sau vẫy gọi. Tàn giông bão niềm đau còn đọng lại, chờ trong khi rượu vợi tình ta. Ai hẹn đâu mà mắt đẫm lệ nhòa, thương ra giết cuộc tình xa vạn dặm. Sei ga aru koto wa.